レコーディングします。はい、えっとトに翼について語りたい放送の回がなんと十五回目です。十五、うん、回、すごーい。ありがとうございます。記念すべき十五回フ。ファンサイトみたいになってます。で、えっと十五回目で、えー、今日があの八もう収録日八月十一日で明日からまた東京戻るんですか？うん そあそうですねな。なんか戻るところから描かれそうですよね。<laughs> そっかそっか。なるほど。じゃあ、えっと、今日はじゃあ、もうし、支部の問題について振り返るみたいな感じでいいですかね。あとは、こう単身赴任のつら、子育て単身赴任のこう <laughs> 辛さとかをちょっと、うん、まあ、語るかどうかぐらいでしょうか。そうだねあとなんか兄弟弁護士、はい ある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 とか。兄弟弁護士という問題だけではないよね、あの人たち。まあそうだね、そうだね、そうだね。なんか、まあいい、そうそういうなんか弁護士と裁判官とあんなに関係になっているのか、支部とか田舎ではということをちょっと語って。放送三者の付き合い方とかのああ、いいですね、いいですね、確かに。それ大事ですよね。が語るべき問題だだと思いいますねねや本当そそうよれは 確かにあの多分そこがそこ,ここそが見え方違いますよね<れ>一般の誤解を与えるちょっと書き方だったなという感じはするんですけど <laughs> 誤解があってほしいですねな、まあ、ていうかなんていうの,あの思い切った描き方したなってなりましたよね <laughs> なんていうか、はい、ねえなんかこうどう,かどうだろうな <laughs> でもあの距離感もある意味は まあちょっと後でよく話しましょう。距離感よくかかはい、まあまあ、そういうテーマでしょうか。3つぐらいそうだね。私はい、あのすごい不勉強なので、あのもし熊沈先生にあのお聞きできるんだったら、その裁判官と戦争の話をあ<ー>やっぱ聞きたいなと思って、戦争責任って言ってもいいかもしれないけれども、うん、まあそもそもあのエリート層だったから出兵しないでみんな生き残ってんのかなと思いながら見てたので、なんかそんな話とか聞けたら。 いいなとすいません丸投げっていうか興味があるけど知識ありませんみたいな話題なんですけれどもいいいいあの私はこの前だからあの熊淳先生に裁判官の戦争責任っていうあの、うん、青木英五郎、ね、はい青木英五郎のあの論文をコピーをいただきましたうんはいじゃあちょっとそんな感じでいきましょうかねでもまず,まずは渋問,、ね、問題という小規模仕事かの、うん お話ですかね。えっと、じゃあ、地図を見ながら、しゃべりましょうか。はい。はーい。ちょっと、ちょっと、ま、ちょっと、待ちください。はい。はい地図、新潟県の地図,、はい、の地図を見ましょう。はい。ともえちゃんが。素晴らしいの。うん、ね。行けたかな。うん。そうでしょう。はい<で>。これで見れる。 なんかちなみに全然今回自己紹介してないですけど、うん、あそうだ。のどどこにいるかぐらいはこの話題だと一応触れた方、そうそうですね。方がいい,いですね。支部とかそういうことについて特にですかね。はい。じゃあまずふさちゃん、はい。あ、私はあのー、2010年12月登録でえー、2017年の8月いっぱいぐらいまでは京都で2017年の9月から東京です。 だから比較的、やっっぱちょっと大都市と言っても京都はいいのかなと思うんですけど、ちょっと都市0 0人ぐらいはいるでしょ、京都って。もう今,今は700人ぐらいになったんじゃないかな。そっかそっか。うん、あ<ー>だから、まあ、大都市でいいと思います。はい基本的に本庁の弁護士ですよね。そうですね、う<の>そうですね。支部ではない,、はい。支部ではない。本庁の弁護士しかやってないですね。はい、もちろん支部の裁判所は行きますけどね。 先生はどうでだから、えー、と89年に、えーうん、大阪地裁の判事法でその時は支部に関わりはなくて、うん、91年に旭川に地裁に転勤して。 えと支部の事件としては在宅の少年事件というのを、えー、門別支部というところと留萌支部というところで、えー、やったあ少年審判をしたことがあるとまあ在宅ですからあのそんな少年に行くような話にはならない保護観察がせいぜい不処分で終わるというような事件、えー、でを支部でやった で94年に東京地裁で、97年に裁判官を辞めて、旭川地裁に戻って、それから国選事件とか、関西事件とか、いろんな事件で支部の事件をやるという経験はしていますが、あの弁護士事務所があるところは、旭川の本庁の所在地ということになります。はい、とりあえず、支部の弁護士であるともえちゃんにまずは。 話を聞きましょうかう、はいえー、と2005年に、えー、と弁護士登録を山口県弁護士課でしてそ,その時から下関支部を、うんまあ、自分の縄張りとしてですねずっと支部の勉強をやっていますで、えー、と山口県は本当に5つほど支部がありますのでどの支部の事件も萩杜邦周南宇部 全部担当しましたし、地隣もここら支部だし、あと周りにもですね、ええー、中津支部とかですね、延支部とかですね。うんうん、まあ、支部だらけなので、本当支部周りをすごい経験している弁護士です。よろしくし。でも、あの、山口県って結構、あの、下関。の方が、なんなら栄えてるみたいな、どう、どうなんですかね、本庁よりも。支部の方が大きいっていうか。 うんえっと、ほに人口はほんたあの,資本の方が多いけど、ね、ただなんか資産家が多いのはなんか山口さんなみたいなというところもまた本庁でも弁護士がみんな多くてもやっていけてるのかなと思って。なるほどね。はい。じゃあどっち真こさんか、ま、いこさんかどっちか。 とじゃあ私、私は、私はあの鈴木智恵さんと佐藤真子ちゃんと同じ同期なので、2017年登録 ?2017 年じゃあ2005年 ?2005 年。そうだね。びっくりした。2005年登録で、で最初は、はいえっと、東京の答弁、東京弁護士会に登録で、そかそか で2年ちょっとして結婚のタイミングで長野県の松戸支部の方に行って<ー>えと3年くらいかなそっちで、まま、つ松本支部を中心にだけど、ま、長野のあちこち出張るみたいな感じで過ごしていたので、えー、とそういう意味ではあの支部の経験があります<ー>でそのっ、えー、と千葉に移ったんですけれどもその時 からは市川出張所っていう市川出張所あります、ね、都,市都市部にあり東京の隣で、えー、と人口もすごい多いんだけど支部でもないただの出張所っていう、はい、関西がある,っ,あるっていうそういうなんてちょっと特殊な扱う件数がすごい多い支部,、ね、支部じゃないか出張所のエリアで、うん、えとそこで、まあ、土着してるっていう感じになります。うん 私が最後でで佐藤雅子です、はい、えと私はこの間大津の、えー、滋賀弁護士会で2011、えー、年から滋賀弁護士会でそれまでは、えー、と2005年、えー、ともえちゃんとなんか川舞子ちゃんと同じ年に、えー、大阪の本庁で登録をしましたのでもうその時はと、ま、都会の弁護士 でした。ただ、えっ、ー、と、たまたまうちの事務所は、えっ、ー、と、堺支部の事件が割と多くてですね。えっと、滋賀の、あ、じゃあ、堺の火事事件とかで、堺支部はよく行ってましたし。えっ、ー、と、段階か、滋賀弁護士会になっても、えっ、ー、と、大阪の一番。あの、南の支部である岸和田支部にも行ってました。岸和田支部ね、うん、私も行ってましたよ。岸和田も堺も行ったことある。うん。 でえっと、堺は珍しく支部で、えっと、裁判員裁判があるところで、でねうん、結構私は刑事事件はあの堺でほとんど経験がないんですけれども、えっと、堺と大阪と結構似、えっと、て非なるところって感じがします。しやっぱ堺の方が <laughs>、えっと、支部と,その支部と,かとの裁判所と弁護士のつながりがすごい深い。戦<ー>、えー、とかその当時は 書記官から一本釣りって言って、その、要するに、弁護士事務所に電話が入って、うちの私のにも入ったことあるんですけど、先生やってもらえませんかって言って、国政の弁護士を所記官が選んでいたっていう時代があります。ああ、すごい。はい。で、えっ、ー、と、その後私は2011年から、えっ、ー、と、滋賀の高島、ね、出張所っていう、その、と、えっ、ー、と家、家庭裁判所の出張所っていうのがあるところと、えっ、ー、と、独立監視裁判所っていう、 まあ、ちょっと、えっと、争ってるお金がお休めの事件、あるいはお金じゃない事件、お金を争ってるわけじゃない事件とか、調停とかをやっているところで働いていました。ので、えっと、家庭裁判所の出張所なので、調停はその高島市っていうすごい事務所から近い裁判所でやってるんだけど、刑事事件はもうすべて独立関西の担、え、当、ーうん 管轄の事件も本庁でしたので、<ー>えっと、半分、大津県,県庁所在地にいる、で半分ぐらいは、えっと、独立関西地域にいるって感じで、えっと、隣に彦根、長浜支部っていうのと<ー>彦根支部っていうのがあって、ただ今、彦根支部は、えっと、刑事事件も。 結構彦根管轄なのに、えー、と大津に起訴されるっていうことが増えたしえ、ねはい、彦根にもともと,、えー、と高知支所っていうのが要するにあの裁判を受ける間捕まってる人がいるところっていうのがあったんですけどそれも廃止されまして、えー、なんか彦根で裁判やるのに、えー、っと捕まってる人、まあ、ちょ平たく言うが、えー、っと本庁の大津にいるという悲惨な 弁護士としては大変な状況になっておりまして、あまあ、しかも結構遠いですからね。まあ、もしかしたら、あつくご存知だと思うんですけど、だからそれで私、刑事弁護委員長なんですけど、えっと、すごい彦根の弁護士から文句を言われていて、うん、非常にちょっと困っているというのが現状です。しかも本庁、本庁と彦根支部って遠いですからね。私も彦根支部行ってたけど、1時間ぐらい、まあ、車でもかかるし、電車でもかかる上に、 昔は新快速がね、えっと、1時間2本走ってたんですけど、えー、このコロナの,後のあとのーえー、j r 時4のお金ないことによるえ解約でですね、1時間に1本しか新快速がなくなって、だからもう彦根の弁護士が泣いてます。はい 滋賀県の地図も出しとけよかったごめん。あ全然全然いやいやい滋賀県の地図はだいたい半分以上ビアコになるからね。ちなみにビアコの割合は六分の一いやあのいやこの番組が誰誰向けの番組なのかがよくだんだんよくわからなくなっているんですけれども一般市民の方向けに言いますとですねあのドラマの三条支部のは多分ああいうイメージなんだと思うんですけれども僕三条行ったことはないんですけれどもねあれがすべての支部かって うとそうではなくて、支部といっても、さっき佐藤先生の言った酒支部のようなですね、ほぼあの田舎の本庁ぐらいの規模のある大きい支部もあれば、うちの管内にある若ない支部みたいに、月に3日しか裁判官がいないというあのふざけた支部もあるというですね。だから3つぐらい指標があって、1つは合議が組めるか、裁判官が3人いて合意事件というのをやれる支部とやれない支部がある。それからあの裁判員裁判をやってる支部とやってない支部がある。 審判というね。あの労働紛争を短期間に3回で。 解決するるとといいう便利なな手続きをやや支支部とやれない支部れだからそんなことでいろんな支部があるということを、まあ、あのまず理解していただきたいということなんです。でドラマでやってる三条支部っていうのは支部長としてあの智子が1人だけいて週に1回は本庁の新潟に店舗といってあの、ね、人助けに行って助けに行っているという状況で、まあ、あの割と小規模な支部ということです こととはでできるという状況ですね<え>他の方はどうぞ <laughs> あすみません、えっと、これね、えっとあの新潟の今して、画面は3畳になってるうんなってるので、それでそのこれ,これあの、新潟、ちょっと私も聞きたいんですけど、まあ今、えっとホームページとか見ればいいのかな、裁判所の。3条支部で扱ってる事件っていうのは、うんど、どれぐらいのエリアになるんですかね、げ現実。げ 現状、三条支部で結構広いなと思って新潟県。三条、うん、支部の管轄の範囲はそれなりにありますよね、多分これ。あ管轄。管轄までは、こにはね、長岡の方が都会なんだとは思うんですよね。あ<ー>、うん、あ、そうか。うんうん、長岡支部の規模は、規模は大きいと思います、ね。このオレンジのマークが支部があるとこですよね。あそうです。そうです。 すごいな出張所もまた別にあるんですけど、ははい、はいなんかごちゃごちゃになるなと思ったんですが、三条は今ト、トラコちゃんがいるから赤いのにしておいて、青にしておいて、三条と一応同じし支部という格なので、大色でかかってきました。なるほどねー、うん、長岡支部は合意があるんです、<あ>民事で結構大きいんです。 あ,あ、高田支部も合議があるね。うんうん、あ、高田支部あの上越市の方です。ああはい、そうであ、なるほどね。で、サードは一人支部、それから三条も一人支部なん、はい。うん、うん、なるほど。で、シバーは二人支部か。ほほほほほ。あ、でも、それですごい、実は規模感がわかりますよね。一人支部だと、本当に、その一人の裁判官がそ,そこにある事件すべてやってたりするから。うん だから家に令状を取りに来るのもそれですよね。うん、代わりに令状当番してくれる他の人なんかいないってことですよね,いいね,ね。私も旭川地裁ではそういうことが <laughs> 実際に経験しました。ああいうふうに<の>夜に来るんですか初期ああ来るんです。来るんです。えー、え、警察官を連れ,連れ立ってくる、えー、なあそれいろんなパターンがあるらしくて。 あの今は警察官はついてこないんじゃないかな昔は警察官もついてきてっていう<ー>ああいうパターンでや,やってたようですけれどもね、うん、あとんあの熊千先生私あのそういうパターンもあるのかと思ってあの虎に翼を見てたのがえっとその一人しかいない一人支部の裁判官が本庁に店舗で出かけるっていうのが、ね、なんか普通本庁に何人も裁判官がいて えとその人たちが店舗と言って、なんていうのかな、補充し,補充しにこう、例えば週に2日だけとか、うん、あのどっかの支部にこう、まあ、出張に出かけて、そっちの仕事をやるみたいなことを店舗って言ったりするんですけれども、うん、人数が多いところから少ないところに店舗に行くっていうのはよく聞くんですけれども、うん、なんか1人、うん、私もそれ以外だ。 あの店舗に行くっていうパターンもあるんだなと思思いながら見てたんですああ。あり得るんじゃないですか。今、実際に、その三条支部がどう、どうなってるかわかりませんけれども。うん、だから極端な話、まあ、三条がどうとは言いませんけど、小さい支部で、あの。 そ,そこが本部長で裁判官が月から金まで仮にいたとしても、まあ、はっきり言って週4日もいればこと足りるよねっていうときは、一、うん、回あの本庁に1日あのヘルプに出るっていうことがあってもおかしくはないと思います。うん、それはその地域の,いろあのその主催のいろんな事情によって、うん、その人繰りとしていろんなパターンもあるんだと思いますよ。山口の一一人支部部はずっとそうですよ支部だけど、うん 週に、ごめん,んなさい、ちょっと正確じゃないけど、二日、1日でもう二日間くらい、本庁に店舗に出てるので、<ー>だから、5日間いてくれないので、改定日が限られるっていうのがあって、うんうん、でだから、本庁に行くと、なんかあの民事事件とか、あのな,んかね、なんか、あ萩支部と支部長が出てきたみたいなことがあるんですよね。うん、な,るなるほどなるほどな。 だから、どこに住んでるんですかって、前聞いたことがあったけど。山口本町の地域に住んでます。ええ<ー> <laughs>、逆にね。そう, <laughs> そう。ハゲにバスで通ってるみたい、ね。あ、そうなんだ。どの,どの支部長さん。ええ、なんか。面白いな。で、うん、でも、そういう風になんか、あの。支部から店舗とか、本町から店舗で移動することを。を でなんかその地域の実情がより分かるだろうなっていうのは私思いました、うん、なんとなくそういうのどうですか まあそれはやっぱり裁判官に対するその地域社会の信頼として、やっぱり同じ空気を吸ってるっていうとか、同じところで買い物してるとか、やっぱりそういうとこからない、成り、うん、立ってる部分はあるのかなと思って、これが IT 化が進んでさ、全部の裁判官が東京と大阪にいてさ、うん、あの地方と IT で結んで全部裁判するってことによって、お前、ふざけねえっても本当なという、いや,やっぱりそういうところはやっ,ぱりなやっぱり大事なところなのかなという、ね、私もすごいそれそれう。 思います本当に同じ空気吸ってるとか大事だしそれああのの京都ににったたすすごい思ったんですよね、うん、あのやっぱりその京都ってまあちょっと独特なところじゃないですかまあ、古いし、うん、だからその京都のあそこと言えばこういうイメージみたいなことを共有してるかどうかっていうのは依頼を受ける時にもすごく重要な要素だったりするからやっぱりなんか地域性っていう、はい、そこに根ざし 地に足をつけてるっていうのはすごく大事なことな気がしますね、うん、だからあの僕さっき渋谷行ってね在宅の少年事件をやってた時期の話をしたんだけれどもうん、うん、あ忘れもしない一番最初に紋別っていう法ホー沿いの渋谷行って最初にやった事件が少年が、あのー、そのお住んでる集落のね、あのー、自動車を片っ端から 無断で乗って、うん、乗り捨てたという事件でさ、うん、でもう何十台も乗ってるわけよ、うん、お大丈夫かこんなんえ、こんなん不処分で大丈夫なのかと思うわけだけれども、うん、あの家の前にみんなキーをつけたまま止め,止めてるわけね <laughs> 今はそんなことないと思うけど、うん、そんなも自転車をちょっと乗るような感覚でさっ、ね、乗ってるわけよ。 <laughs> 田んぼに落ちては田ん,ぼじゃ田んぼはないなあの畑に落ちてはね乗り捨てるみたいな感じでやってる、ね、いやそれは悪いは悪いんだけどさまあそんな なにまあきつくやる、で、これ都会の科学と絶対違うんだよね。都会で同じ事件が起きた場合、に、うん、絶対最後ふざけんな、こんな少年いれないかという発想になるだろうし。それは地域社会のいろんな感覚がわからないと、その辺が、ああ、分かれてくるだろうなって思った。っていう経験はあり、ね、ます。私何回も、あの。高島の人に、家に鍵をかけたら、どうですかって言ったことはいっぱいある。<laughs> あなるほどな。あと。 駅前にには自転車に鍵をかけましょうってある高島あるある、うん、<laughs> だけど、うん、あの大阪に行くと鍵を2つかけましょうっていう看板が駅に置いてあるし家に鍵をかけないで家に入られたやつはお前が悪いみたいなムードになる。うん、そとりあえず私も娘に家にはちゃんと鍵をかけなさいと説教をしている。うん、いややだから私っっぱりその日本って そなんかね、その特にこの放送会の人は、まあ、特にこのメンバーがみ,みんないろんなところにいるからですけど本当に日本っていろんな地域性みたいなのがあってそれで日本なのにずっと東京にいて例えば東京生まれで東京育ちでこの前あの東大の後輩の子に会ったんですけど今学生の子に会ったら。 なんかそのいや東大卒業しても地元に戻って弁護士やってる人なんていっぱいいるよって言ったらえそんな人がいるんですかって言っててでどうどういう世界線と思ったんですようんだから<も>いや法廷から出たくない人いっぱいいるんでしょい,いっぱいいるよねでもでもねだからすごく真面目にあの。 な,なんか例えばコンサルとかあの放送でも、まあ、4台とか5台とかっていうところに、うん、ますごく人が集まるって聞くけどあの日本ってそこだけでできてるんじゃないんだよっていうことを真面目に言ったぐらい東大出たらこうみんな4台とか5台行くみたいなノリでしゃ喋っ,ってたから、うん、いやそんな,なんか全国につつ裏々にあその、まあね、もちろん東大に限らないんだけどあの 弁護士っているしいろんな事件やってるんだよっていう話をこの前ししたたところでした、うん、なんか私も、はい、あのずっと首都圏育ちというか、まあ、千葉うん、うん、千葉なんです千葉子なんですけどね、まあ、でも学校とか東京に通っててなんか社会というか日本全体を東京から見て生きてきてたんですよねうん、うん、多分それで修習の時に和歌山収集に行って、はいはい、でその後まあ就職は一旦東京にしたんだけれども ちょっと結婚っていうきっかけで、えー、と長野の松本支部っていうところに行ってその時に東京の人たちって本当に東京目線で生きてるんだなって自分のことでもあるんですけれどもあの地方の各地からどう見えてるかっていうことを東京を中心に生きている人たちはう想像したことも多分なくって、うん、なので私はすごい支部に行って。 で全然違うエリアであのこっち側そっち側から東京を見れてすごく人生が豊かになったなっていういけてよかったなっていうふうに思ってるんですけれども、はい、なんだろうな例えば弁護士会で東京に3つも弁護士会があってそして、えー、と全国の弁護士を束ねても東京の3回全部の票を取っ<う>日弁連が動いちゃうっていう。 あの日弁連の票自体がなんていうのかな、はい、東京中心に党とか政治とかが動いていてでもそれって本当に弁護士全体のことをあの見えててき物事が決まってるのかなっていうのはすごい地方会に行った時に、うん、あの疑問に思ったところだったんですよね。はい、その数の数暴力、うん を振るってることに、うん、東京の弁護士は気づいていないっていう、うん。<laughs> ところは結構あるのかなって。あの弁護士会の詳しい話をあんまりしてもあれなんだけれども。いやいやもまあ、<も>そこは微妙な、あのパワーバランスが成り立ってて。例えば、一万円の副会長って、僕は去年やったんだけど。ああこれは地方枠が多いんだよね。あの十五人のうち、二人女性枠で、あと十三人のうち。東京三回から三人で、あとは。 基本的地方なんですよ、うん、あそれから日弁連理事会っていうのもあるけどこれもあの結構地方が方が人数が多いんです、まあ、あ,あと会長選挙のあり方とかいろいろあって、うん、あび微妙にあの地方優位になってるところで、うん、あのいろんなパワーバランスが泣いたっていう,という部分もあることはあるんですね。私だからこれ、うん、この話にな,なってるのはやっぱり虎に翼がこう新潟三条編っていうのがあったからこそだと思ってて。 がすごいいい話だと私は思いますしそこまで、はい、あの放送の世界と関係ない人はやっぱりその三条支部が舞台になったっていうところで、まあ、なかなかここまで話が掘り下げられないと思うんですけどでもこれは本当に私たちがしゃべるからこそできる話「虎に翼をきっかけにできる話としてすごく貴重なんじゃないかなって思いますね。 やっぱり小なあ、ごめんなさい。うん、どうぞどうぞあ。ごめんごめん。ち,ちっちゃな支部で、ちっちゃくなくてもないんですけど、まあ、多分東京とかから比べて、他のエリアの支部に行ったときに思うのは、放送3社のメンバーが、まあ、弁護士は多少入れ替わりますけれども、例えば裁判官と担当する検察官が、 もう毎日毎日同じ組み合わせで刑事事件をやってたりとか、でそこに弁護士は多少入れ替わるんだけど、まあ、ああ、あの先生ねってお互いに分かっている顔ぶれでやっていて、その顔,顔が見えるってなんか聞こえがいいけど、良くも悪くも顔が見えるっていう感じの密接さっていうのはやっぱりあって、まあ、なんだろうなあの、裁判官と検察官とかの関係性っていうのは、あの ずっと一緒に働いてる、まあ、同僚とは違うけれども立場は違うんだけれども毎日毎日顔合わせていろんな事件を、まあ、訴追する側とあの判断する判決を出す側っていう立場ではあるけれど一緒にやっているっていうのが結構なんていうのかなすごく密接だなと思っていました。うん だからあのよ,、ね、あよく誤解されるのはね田舎で裁判やるとで田舎の弁護士を代理人につけると田舎の弁護士同士が慣れ合いでうん、うん、適当になー,ーで終わらせてしまうので,でも生弁護士をね勝ちたいんだったら都会の弁護士をつけた方がいいみたいな感覚になる人がいるんだけれども、ね、そ,うう <laughs> それはねそ,それはちょっと違うんじゃないですよねね、うん、だからあの、はい、相手が、ねあ A、先生か。うん A 先生はこういう作戦で来るから、まあ、こういこうとかね、B 先生だったらこういこうとか、いや手の内が分かるからこそあのやるのがあって、じゃあ,あの、慣れ合いでやってるかって言ったら違うんだよね。やっぱり弁護士は勝ちたいし、うの依頼者に喜んでほしいから、一生懸命やるんですよ。一生懸命やる上で、相手の手の内が分かってやってるのがいいのか、全然どこから、どこの馬の森か分からない都会の弁護士が来て、都会の弁護士が必ずしも優秀とは限らない。むしろその 実情を無視してむちゃくちゃでそういうのにた頼んでそれは依頼者が得なのかっていうとそれはちょっと違うぜっていう時もないわけでまあもちろんあの札幌から非常に優秀な弁護士さんが来られて、うん、こてんにやられるってこともないわけではないんだけれどもねあのまあそういうとこはいろいろあるなとだからあの田舎の弁護士にあの地元の弁護士に頼むのが良くないということは決してないっていうことは声を大にして言っておきたいと思いますね。<laughs> そうですね。すねあの、ほんまに、滋賀、うん、は、弁護士数が、事件の割に少ないんですけど、えっと、半分ぐらいは、大阪の弁護士と、えっと、京都の弁護士が、まあ、受けている。うん、まあ、それは、あのー、相手方が、例えば、その、会社だった時に、会社の顧問が京都の人だったり、大阪の人だったりするからという理由もあるんですけど、地元の人が、都会の人に頼みたいみたいなことがある。 場合もあるでもちろんねその法律事務所に出入りするだけで顔がさすって関西人っぽいのかなはい、はい、要するにバレるから行きたくないっていう人がいるのはわかるんですけどただ腕が悪いかっていうと,、えー、っとはっきり言うと,、えー、っと滋賀の場合は大阪から登録いして登録、えー、よや、ね、る人がいっぱい私もそうですで、えー、っと私の今あ事務所を移ったところなんですけど私の今いる事務所の代表の弁護士が 中村先生と4期違いの45期の方なんですけど大阪で弁護士登録をして修行みたいな感じで行ってで地元に戻って開業するのが一般的だったという話をしてはって、うん、そういう意味で、まあ、都会で修行というかいろんな事件をやってから戻ってきてるっていう人もいっぱいいますのであんまりあの実力差とかはない感じです。で私がよく例えて言うのは あの知り合いの弁護士同士が何かこうななでやるかっていうと要はそれはプロ野球とかで、うん、みんな大体プロ野球の選手というのは高校野球から知り合い下手したら中学生とか小学生からも知り合いです。じゃあプロ野球選手になった時に知り合いだからひいきめにするかっていうとむしろ阪神とかまあちょうどあれですけど。 何年に1回かは優勝というか毎年皆さん優勝を狙っているはずだし八百長みたいなことをやってたら阪神はもうちょっと勝てるだろうむしろと <laughs> 私は阪神ファンだけどさ <laughs> 阪神ファンだけど八百長とかあったらもうちょっと勝たせてもらえると思うんだよねっていう <laughs> でも勝たせてもらえないからさ <laughs> 日本一になったのが二十、えー、何年ぶりみたいなことになってるわけでだからみんな本気ですと。 かつあの弁護士は勝たないと報酬もらえないのでっていうのはいや中村先生の言う通りでだからあの地方の弁護士が優秀でないということはないむしろ、えーまあ、さっきも言った通り手の内とかあと言わなくても分かるその地方のムード特に、まあんあの大声で言うのはあれですけどやっぱり大阪よりは滋賀の方が男尊女卑は強いなというふうに思うからう女性の気持ちとかは。 なんていうのかな気持ちというか、その辛さはわかるつもりです。という感じでしょうか。うん 舞ちゃんとか結構びかあ、どううどうい山口県はもうね <laughs>、地方の弁護士の力量の話なんですけど、ほ、まあ、他で修行してきた人が帰ってきてるとか、あとなんかもう、えーと、50から60ぐらいで、ちょっともう、あのそこまでは都会でやって、そこからちょっとセミリタイヤ的に地方に移ったけど、やっぱり本気になってガツガツやってるみたいな先生がいらっしゃるわ <laughs> なんですよ。で、面白いのはやっぱり地方ってそのみんな結構単独で事務所やってるんですけど私もそうだけど時々面白い事件だけ共同で弁護団組むんですよ事務所を越えてでそれであの先生の技を盗もうみたいなのがあって人芸みたいなやつな。なやつそう,そうなんです。だから結構4050過ぎてもなんかリスキルアップのチャンスがあるのはむしろ地方で。 まあ,あ、もちろん都会でもあるんだけど、でも、なんか、こう、ずっとあの先生のその引き合いで、あの技なんとか盗んでやりたいなとか思ってるのを、うまーく、こう、全然ちょうど利益相反のあるような状態じゃない時に共同弁護、共同弁護やって、よし盗んでれ、みたいなこともやったりとかしながら、やっぱり、そういう、その、 うん、そうね、なんかジョブトレーニングができるとこなのかなとか、あと結構東京の先生すごい舐めてやってくるので雑なんですよ。 からなんかちょっと若者がね<え>なんかも、まあ、うだからバナそうそう古典パにしてやれると思ってやっぱり一生懸命頑張ってで古典パにできてフ,フフフとか思いながら、うん、なんかなめ,なめてきたねとかでそれをどうなめられて古典パにしたかみたいな一般論でみんなでちょっと勉強会したりとか <laughs> やっぱちょっと、はい、そういうふうに主義義は守りながらも利益相反とかもないような状態にしながらもでもなんとか。 いい情報は少しでも集,集約したり共有したりしながら、利益,者利益を依頼者のために1円でも高く取ってやりたいみたいな感じでやってる感じがやっぱ地方なのかなと思って、うん、だからみんな、あなんか相手のことは知ってるけど、絶対最後の最後まではやっぱちょっとね、なり合わないように気をつけたりはしてるかな。そうだから あの、一緒にご飯食べたりとか、一対一では絶対に事件員かかってるっていうのを相手方の時はしないし、しいね。まあ、うん、あの、い、例えば、数人、5、6人でもしない時はしないですよね。と事件があまりにもこう、泥沼化してるとか、あとは、えー、っと、まあ、委員会の あと、委員会って勉強会みたいなものなので,で、勉強会の後の懇親会だけは一緒にご飯を食べたりしますが、それ以外では、えっと、ご飯は一緒に食べませんみたいなことも多いかな。うん、うん。だから、れ合いって言っても、特にあの、私はほら、高島っていう本町から50キロも離れたところで弁護士をしていたので、うんうん、まあ、会うとしても弁護士会でこう昼ご飯一緒に食べて、 全然違う事件の相談とかを、私委員長だから、一応あの、刑事事件の相談を聞いたりとかね。いうことはしますけど、そのリアルな事件について、弁護士会たまにあって、でも喋らないですね。喋んないよね。それはもう、そうですよね。ね、もしか、年内には終わらないですよね、ぐらいのこと言うかどうかぐらいですよね。それも親しければで。それも言うのも、10月は11月ぐらい。真子さんが、さっき言ってたプロ野球の例え、すごくいいなと思って。 だから今度私も聞かれたらそれ使う、ね。どうぞお伝えください。うん、でもと多分ね元会長の中井先生が、うん、えっとブログかなんかで書いてます。あそうなんいやでも本当その通りでみんなプロなんだから馴れ合うわけがないじゃないですかっていうのを私も思ってた。であの、うん、どうですか？お金もらってるからね。そうなんだよね。それであのまあ弁護士同士の馴れ合いの話は。 あれなんやけどあの裁判官との距離感ってどうですか支部と本庁でやっぱり違いますあんなに厚かましく裁判官室に入ってこれるかっていう <laughs> ええそ,もそもそもいけないあれは裁判官ひどいなあの人い、ね、かもしれないなるほどねやっぱそうやな私もちょっとぎょっとしてあんなことするって思ってし,し,なしないよねだって執務室なんだから、あのー、事件記録とか置いてあって、うん 基本的には外,外部の人は入、入つないですよね、あそこまで、ずかずか。うん、もし入るとしたら、なんかこう、新人の挨拶とかとか、あのうん、弁護士会の役員に今年度なりましたので、よろしくお願いしますみたいな挨拶をしに、事前にアポを取っていくみたいな、そういう。ですよね、まあそう,そうですね、それはちょっと言っていた方がいいなと思って。あれはないよなと思って。ただね、検察官と、 裁判官は昔は裁判官室に特に用事もなく本庁で、ね、<え>大阪本庁で、うん、裁判所と検察官でずっと24時それこそね9時から10時から5時まで同じやったらするんですよ、えー、後半部があるから、えー、大阪はだからあれはあれでしょ,でしょだからこう大阪なんかは後半とあの捜査が分かれているから、うん、こうあ,ある、うん 単独の裁判官単独係裁判官には必ずその後半に立ち会う検察官は常に一緒というふうにわざとシステムをそうしてるわけすると弁護人は、ね、入れ替わり立ち替わり適当なことを言うわけで,でそれに対して検察官はずっと下だから、はい、刑事裁判官は検察官のご機嫌取ったら楽なんだよこれ。 検察官はしょっちゅう裁判官室に来て雑談してたんです、うん、2004年の話。 でだかそれは本庁だけじゃなくてむしろ支部じゃじゃじゃだけじゃなくて多分大阪地裁と大阪地検はずっとそういう関係だったはずです。そ、うん、東京地 <laughs> でしょうね。っいで今はさすがにそれはないというふうに聞くがどうなんでしょうか,、うんうん、か ?89 年ですでにズブズブだったんだけどその時点でも僕がついた単独加害の裁判官はもう検察官は職官室を必ず通すという形であの 一線引いてましたよ、ね、でそうじゃなくて職官室に一切こ断らずに食管室の前を素通りして、うん、あの裁判官室に入ってくるっていうの隣の単独の裁判官のところの検事はそういう付き合い方をしていたていうそういうあの非常に対照的な2人の裁判官を見たという収集時代だった、うん、なるほど大阪地検は全部全員入ってたと思います裁判官室に。 小市さ,さんがお弁当を手配しましたみたいなのを全部微笑みで結構ですって言って座ってたじゃないですか。小市、ね、さんの描かれ方はそこら辺をかっちり線を引くとなれ合わないっていう、うんうん、ピシッと線を引くっていうなんていうのかな方針で。はい やっててていいる裁判官とし描あれはもう人それぞれなんじゃないかなって思ってただ星さんはあれはトラコに対してはもっとちゃんと線を引けっていうふうに圧かけてんだろうなって思いましたけどあのコード。あっかく見えたんでしょうねトラコが線を引いてその中えっとだか魚を手配してもらって。 なんか付い、つけぐらい,い、それが安く安くなってるのか、高くなってるのかもわからないじゃない。高いお野菜お野菜とかお肉とかお魚か、まあ何でもいい。うん、高い魚を、例えば3000円の魚を、うん、彼らの顔で2000円にしてもらってるかもしれないわけでしょそうそ、ん、うそう。それは明らかにおかしいじゃない。頼みたかったら自分で頼みますからっ、ね、て、うん、だからとトラウちゃんも言ってた気がするけれど、うんうん、ああいう付き合い方を今、 弁護士は裁判官にしてないと思います。しないでしょう、<も>今は。それはしないよ。<laughs> 完全ない。<で>そう<れ>よだもんね、あれは。そうですよね。<ー>だって、私、昔ね、知り合いの書記官が。えっと、結婚して、子供ができたって聞いて。で、事件がかかってたんです。その時、その書記官担当でね。で、お祝いをするべきかどうかってフェイスブックで聞いたら、<ー>みんなに。 全員にやめとて,って。そう,そう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 。<laughs> はい。で事件がかかってなくても、やめておけって言われましたね。そりゃそうですよ。よすっごいお世話になってたんですよ。あの。高島出張所のね、うん、出張所と独館は独立関西、同じ一人の書記官で。はい、毎日書記官だけは来てるの。で。すごく二年間の任期なんですけど、二年間ずっとお世話になるんですよ。我々は。我々はって、私が。私としゅ、あの事務員が。っていう。 あのね、その後大津に移られた書記官で、まあ、大体あの高島に行く人は大津から行くんですけど大津からとか大津を経由するというか大津で働いたことある人が高島に書記官に来るんですけどね,どね、はい、だからすごくお祝いしたかったんだけど、うん、高島でもすごくよくしてもらったからただもうぐっとこらえてお祝いを申し上げて、うん、であのー、えっとなんか OT 事件が。 あのたまたまかかってて3月に転勤される時もご挨拶に伺います、うん、まあでも本当そうですよね初期間もそうですよねでもなんか心情的には初期間の方がお世話になったって思ったりすることもあるから多いね,ねだからその線引きってすごい大事ですよね大事にした方がいいんだろうなってアイアパンの時思いました。やっぱり、うん ほら弁護士で書記官と結婚してある人とか調査官と結婚してる調査官も聞かないから書記官と結婚してる人は結構多いですけどやっぱりあの書記官の方が例えば隣あの関西だとねあの大阪じゃない大阪で働いてる弁護士だと結婚したとすると大阪の書記官だとしても京都に行かされたりとかよ,よくあるよね、うん、なんか京都の弁護士だとうん、うん えっと、大津で書記官やってるとかそういうのそういうケースありますよね結構多いんじゃないですかねまあ関西はそれはやりやすいんだよね。転勤って言っても普通はあのトラちゃんみたいなとかだからいきなりさあれあじゃあちょっとその子連れ転勤の話ですけど、うん、に入ってもいいですか、うん、どうぞどうぞ。まあ、またともえちゃんに会って支部の話とか聞ければと思うんですけど。うん、小連れ転勤を 新馬場に、あ、新馬場っていいのか、新馬場に、いきなり西条に行かすってことあります今、せめて、新潟本町じゃねって思ったんですけど。どうなんですかね、<laughs> やっぱ。いや、でも、実際に、えっと、三淵よし子さんもあの、あちこち転勤して、子供連れて名古屋行ったりとかしてたんですよね。うん あちこちは天気してる。あれ、あちこちとは言わないの。の所長であちこち行ってるけど、あ<ー>あの実質には名古屋だけでそうへ行っそう、ね、名古屋のはあは、ああのお手伝いさんを雇ったか、連れて行ったかどっちかなんですよ。でね、私がその今、滋賀で体験したことはその、私は滋賀に住んでなくて大,大阪に住んでるから、シッターさんは結構雇ってたんですね、あの小幼稚園。 いやちゃん保育所頃は,頃は、はい、大津には、大津ですらなり手がいないのもう人手不足だから、まあうん、介護施設とかが多いので、うん、実態なんか夜にやる仕事じゃないですか、基本的には。要するに私みたいな人が夜に帰れなくて、5時から7時とか、7時から9時とかにやったりすらないしないといけない仕事だから、うん、あの滋賀の女性はやってくれないんですよ。夫が家を夜に出さない、娘、うん、嫁を。なるほど。 ああ、そうね。知ったのなり手がいない。下関もそうだもん。だから、昼間だったらいるのかもしれないんですけど、そもそも昼間もあんまりいない。なぜかというと、保育所とかがすごい充実しているので、保育所で働くんです。そういう人。なるほどです。はい。だから、トラコの時代は。トラコの時代はもう本当にお手伝いさんとして、丸がかりみたいな。 うん、な,なんだったらその支部長の感謝に何か女中部屋みたいなのがついてたりとか古い物件だとそういうものがあったりとかも聞いたことあるのでる、ね、だから昔の日本って女中さんがいらっしゃって、うん、であのその子を嫁に出すまでが。 で誰かをいい子だったら会う人を紹介して嫁に出して、で、そのなんか、えっと、お,お役御免にするっていうか、うん、そういう文化だったはずだと思います。うん、サザエさんもそうだったよね。サザエさんサザエさんもそういう場面だったよ。<え>結婚前にね、釣りに。あ、そうなんだ。うん、漫画家な。なんかそこで料理見習いとかをさせるわけですよ。うん、その都会に出して。 なるほどね、うん、あとなんか男の人やったらなんかデッチ暴行とかもありましたよね住み込みでねでそういうあ<の>そうそうそう昔はね、うん、だからやっぱその社会の構造とか家族のあり方がやっぱ全然違いますよねあの、うん、昭和の中期以降と現在、うん、現在,現,在現代、うん、で社会構造が違う割には社会問題は変わらず残っているっていうこの謎,謎日本なん すよね、だから,そうだから、ね、昔はお金が要するにそのすごく働いてる人たちがもらえていたから人を雇たたわけですよねまあ貧富の差があったとも言える、うん、だけど今は、えー、と働いてもお金が要するに社会保険とかでいっぱい取られるから,だから共働きでも人を雇えるほどは余裕がないので、うん、女性働く女性、まあ、それはパートだったりフルタイムだったりいろいろですけど。 働く女性が結局働いた上に、えっと、家事もかなり分担している。日本の男性の統計上、1>, うん、1時間ぐらいしかやってないんですよね、確か平日は特に。うん、男性はね。で、あのうん、祝日とか休日でも、じゃあ3時間やってるかっていうと、1時間台だったと思います、確か平均は。で、この統計が何を意味しているかというと、男性は。 時間があったからといって家事育児をするわけではないという結論が出てしまうんです。日本、うん、はね、い。日本はね。日本はね。はねそうか。いや、でも本当そうだな。まあ、なんか、うん、社会的に。だからね、友井のご主人とかちょっとご主人って言い方はダメです。夫、うん <laughs>、夫人にはかなり育児をしているという噂を聞いてますが、喋 <laughs> っていいのかな、それ。いいよ、全然構わない。全てオープンだから大丈夫。<laughs> は,いはい。と<の>い,い,いうふうに、 聞いて,てあのだから地方だからしないってわけでもないんだなと。そうなんだよ。それはそうなんだよ。だってね、うん、あの、うちの夫だって、丸投げ土日っていうか、夫は土日休みじゃないので、土日はオペだってよく私が言ってたりするすけど、休みの日え、平月休みの日は夫がほとんど娘のことやってるし、私は指示しません。うん、ん自分のご飯も作りません、下手したら。 あ飲みに行ってることはありますけどね。ぐらい夫はちゃんと自分が休みだったら家事育児してますけど、これ相当珍しいらしいです。確かに。で聞くと。うん。うん、あ、なんかでも最近はも私作らないよ。若い世代は作っておいてきてるよてるけどな。あ、本当ですか最近。あ、でも確かにうちもうちもあの、えっと、子供の保育園の パパ友が弁護士なんですよ。気も近い、きも近いけど、まあ年は私は全然下ですけど。そしたらそこのパパは、あのー、まあ妻も働いてますと。で妻とは大学の同級生かなんかで、で妻も働いてて。で自分がちゃんと家事育児をしなきゃいけないから、あのー。まあだからインハウスですっていう人はいますね。あ<ー>、うん、あ。ああ。いや、でも確かに在宅勤務が、と、友達は弁護士じゃない。 友達とこの間ご飯を何人かで食べてた時にうん、うん、在宅勤務がたまたまその会社が何て言うの出向で変わったら在宅勤務が週3日ぐらいの会社になったので息子のそちょうど受験期なので受験勉強は俺がほとんど見てるという話をしてましたね。そうかかなななるるほどなそうししもも夫のの方が高学歴なので、ま、時間もあるし その選択は正しいいよなっていうなるほどねでもそれはたまたまそれまで違う会社というかその本社的なところはあの夜の10時でもなんかあ,あんまり行っちゃいけないのかまあ少なくとも結構遅くまで残らされててもう奥さんと奥さんの近くに住んでる親が面倒見てるみたいな人だったんですけど、まあ、ところやっぱそういう在宅勤務とかによってもしかしたら、うん。 男性のその育児の関わり方っていうのも変えていか、いかなきゃいけないし、変わるのかなって気はしますね。なるほどね。うん。うんただ、トラちゃんが最初に全部自分でやろうとしたのは、何だったんでしょうかね、と思ってて。だから、ね、からね、途中で、ほら、三条で。三条で。三条で。条でうん、だって、だって、なんか、あまりにも自分の娘と溝ができてるから。<laughs> やっぱまず花江ちゃんのか代わりを務めなくてはいけないっていうふうに、ちょうど真面目に考えちゃったんだろうなと思ったんだけど、うん、だからそれ無理だってとこから始めてなかったのかって思いながら見てたので、入っっっててよかったと思だから本当にね、みんなあのこ中村元熊珍先生がさあのい、稲さんが新潟にいるじゃないかっていうのが。うん <laughs> <laughs> ネさんが田舎に引っこむって。あれ絶対伏線や、そんな。わかりやすい伏線ではありましたよね。だってそれまでネさんなんてほとんど描かれてなかったのに、急になんかの存在はいたうんうんただ、なんだろうな、そのちょっと話しすれちゃって、その由美ちゃんとの溝の話で言うと。 この地図の共有、もうそろそろいらないじないですか。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。<laughs> は,いはい、<laughs> はい。あの、また必要があったら戻ればいいと思いますけど、はい。あの、ゆみちゃんとの溝っていうのは、あれ、働く女性で、かつ家で誰かがやってくれてると、どうしてもああなりがちってかおまあ、昭和のお父さんにお母さんがなっちゃうみたいなことですよね、うん、まず。あの時三条支部に、 もしトラコが一人でユミちゃんを置いていったとしたら、本当に溝が決定的になってしまうんじゃないかっていう不安感は、私はすごいわかっ、うん、すごい共感したっていうか、あの、忘れていくっていうのは当たり前だと思った。か、構い切れてないっていうのかな。子供と向かい、向かい、向き合い切れてないからこそ、これ以上離れちゃったら、もう本当に埋まらない親子関係になっちゃうのかなっていう、 とにかく不安だったんじゃないかなって思いました。うん、だから、あの、一緒に来てほしいってお願いするっていう気持ちはすごい分かったけど、ゆみ、うん、ちゃんはあの時、速攻ではいって言ったから、うん、あれはどんな感じだったのかなって、なんか考える瞬間もなくすぐついてきてほしいってお,お願いされて、はいって答えてた、あれは何だったのかなって。 当たり前じゃんって思ってたのか、すんだったのか、っのどっちなんだろうとか思うのはいくつすんだ,だと思うななんか BGM がすん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 、次の週からなんかあったから、うん、なんか,、うん、ってなんかうんって言った後、ものすごい長いこう、うん、そう,そう,そ,うそう、誰も何も言えないみたいなこうムードでったな、うん。返事のタイミングは異様には早くしてるわけですよ。もうちょっと考えた後の躊躇の表情をとってるから、うん それはメイで,、ね、でしたねなってもやっぱり<や>本当にだから中村先生も寺先生の言う通りにで私もあの運ってすぐ言ったけど、うん、その後にいやどしよかなみたいな顔に見えたなんかでもで<も>トラクトラコも運でいいのみたいな顔、ねうん、そう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 なんかその私すごいあれ考えたんですけどあの 花江ちゃんとかえっといとこたちとは人間関係がちゃんと形成できてるわけじゃないですか由美ちゃん。うん、でだから、まあ、由美ちゃんの立場に立った時にそのあ忙しくて仕事がまあどう,どう考えてもおそらく一番のお母さんについていくっていうのは正解なんかなって私なんかは思ってしまって。 なんかそのユミちゃんにとってのそんなチャレンジングなことを本当にしていいのかなっていうのはすごい思ってしまったかな。だからなんか、えー、正解がわからないっていうか、うん、その結果的に正解になったっていうふうに描かれてはいるけどでもなんか現実的にあの状況でね違う転がり方をした可能性もあるじゃないですか。うん、だからそのそん なんかすごいドライな言い方かもしれないですけどそんなに実親子関係ってそこまで大事かなって私なんか結構ちょっと思っちゃったりしましたね。ううん、うん、うん、でもねなんかね由美ちゃんがねやっぱりおなんか母親父親いないし母親にもあんまり構ってもらえなくてなんか周りがすごく大事にはするんだけど。うん でも本当に必要なこととかを言わない優しさばっかりだなと思ってなるほどでこれは本当は母親が,が、うん、ちゃんと信頼関係を作った上でやっぱり言うべきことは言うしまたあのサポートすることはサポートするしてやらないとゆみちゃん自身の成長につながらないのに大丈夫かなって思いながら見てたので。なるほどです でトラコがそのここで離れたら溝がう、ま、本当に決定的になるって言ったのはあそのぐらい分かってたんだトラコよかったとか思ってなるほどねも多,多分その辺んは花枝ちゃんもわう薄々わかってたからなんかトラコに勝つを入れるためにあなたにはついていかせたくないって話もするしだけどであなたはどうするんだかってちゃんとちゃん,ちゃんと言葉にしろみたいなことを迫ってる花江ちゃんがめっちゃ神様と思って。<laughs> ついてきてほしいっていうか「海と一緒に行きたいは」は自分のエゴだと分かってたと思うんですよそう,そう,そう,そうエゴなんですよ。あ<の>だから同じいだったんでしょいろんな事件を経験してきているからこそ、うん、その親とか血のつながりだけが全てじゃないしその,その子その子の,あの一番一番っていうかそのこの福祉ですよね。このののの福祉のど,どの形が一番その子に 必ずし持ちとかでもないう、うん、血縁があるからこそ親子なんだっていうもんでもないっていうのをよくよく分かってた上ででもついてきてほしいのは多分私のエゴだけどついてきてもらえないかっていうぶつけて、うん、まあ一応由美ちゃんはあの時どう思ったのかいろんな気持ちがあっただろうけれども一旦そのボールを受け取ったのかなみたいな,な、ねで。結局あとは行った後の過ごし方の積み重ねでしか答えは出なくて。 正解ななんか多分ないしな<い>絶対あの小学校低学年ぐらい中学年ぐらいかな中学年ぐらいですかが転校をするっていうこと、うん、都会からいきなり全然知らないとこに行って、うん、でしかもなんだ多分学校から帰ってくる実家にはまだトラックがいないっていう,っていうのはやっぱあの幼さでは結構厳しいなと思いましたし、うん、でも。 何かだから学童保育みたいなないんでしょな,ないもんね。な,んないでしょか、ね、だからその、うん、えっと昔はえっときょは兄弟の先生たちが自分で、うん、えっと学童を近所か校内かに作ったっ、うん、えっと今赤い目保護えっとねなんだっけなあって学童じゃないか保育所を作ったって聞いてますね。 大学の先生たちがで今は効率化にな,なんかこうなってる効率化は私立にち,ちゃんとなってるんだけどもともと発祥は京大の先生方で<ー>だから大学院生の子供も預けられるっていうなるほどね友達,友達がね一回就職してでロースクールに戻ってその後研究者になった今はもう就職してるんですけど。うん 兄弟の大学院に戻ったんでですよでその時にもうすでに結婚してて子供もいたから子供どうしてんのって聞いたら大学院だけど学校内の学校内からすぐ近くの保育所に、うん、あのもう大学院生でも基本的には特にその跳ねられることなんか預けられるからって聞いて<ー>兄弟はさすがあの、うん、昔から。 変な学校だけど素晴らしいとこは素晴らしいけ、うんね、思いませんかあの <laughs> <laughs> ね熊谷先生。大 <laughs>、うん、学。あ<ー>そまあ今でもね自衛隊のちゃんあのえっ、ー、と警察がえー、寮にあの、うん、年に一回ぐらいは踏み込んでくるわけですけれども、ね、熊野の,の方にね。はいでもまああのそうそう,そう,そう,そうだからすごくそういう意味ではあの。 特に昔、今はちょっといろいろ聞きますけれど、えっと、学校の先生たちは自分たちの次女、えー、でなんとかしようとした、うん、という時代が、うんえー、あったと聞いてます。でもそれって、なんか、なんていうの、やっぱ複数の同じ課題を抱えた人がいないと多分成立しなくて、トラコみたいにたった一人の支部長がシングルマザーの場合って、本当に。 めちゃくちゃゃく詰ままるなって思って見てて思見したね私だからなんで最初から、ね、なんであそこのお家には最初からねその春さんの時代からお手伝いがいないのかさっぱり分かんないああうあ<の>あうんそあの時代にはおかしいと思うよだからここまでの伏線なのかもしれないああホロちゃんがもしイネさんを連れて暮らしてるような人だったら、はい、多分イネさんみたいな人を 探して三条に連れて行ったと思うんですけど、そういう文化が多分あのい、ね、ええとトラと猪名猪名家に見てたっないんだと思うんですよ。いやだからさ<で>それ手にしてあったんだ。なるほど。いだだからあのなんていうの春さんがめちゃくちゃ優秀だったじゃないですか主婦として。うん。スーパーシフだったじゃないですか。ね、基本的には。 だって、主婦活、あれ、夫もさ、やっぱりさ、社会的地位が高いってことは、それなりにね、夫の、ね、妻としての仕事もあるんですよ、たぶん,ん,、うん。あるよね。うん。妻業、まあ。私は妻業しないですけど、ほぼ、うんまあ。社長の妻みたいな、うん、社長じゃないけどね、会社の妻として。うんねうん、だって、なんか会社の人が遊びに来たりしてたかった、うん、なんかあった。なんか、んかてか、あの、飲み会みたいな、なんかしたりとか。 多分昔の人してたんだよよねあ,あれ大変ですよ私友達を呼んでホームパーティーを時々独身時代とかしてたけどやっぱあの食洗機なくてえー、っととものすごく大変だよね舞、ま、ちゃん。昔から私舞 <laughs> ちゃん家に泊まりに行っては食洗機ってすげえって思ってたんだけど舞 <laughs> <laughs> ちゃんに人生を救われている私としては。<laughs> <laughs> 昔のなんかさ最近じゃないけど数十年前まではなんか花嫁学校で料理を習いそして夫のなんか同僚や女子にどうおもてなし料理を出すかみたいな練習をしてたんだよね。 昔はそうねだから今でも女子校とかでほらバナー講座的なものがあるって聞くんですけどそれが花嫁資料ですよねとは。いやそう私この前ちょ,ちょっと話変わるんですけどちょ,ちょうど10歳ぐらい年上の,あの元朝日新聞の,、えっと、女,女,子の女性に聞いたんですけどえっとね十五年1995年に、えっと、社内で。 育休 1>, 1号だったっていう女性の方なんだけど、えー、学生時代にね<そ>えっとね、うん、だから80年代後半か90年前後ぐらいに大学生だったんですけどで早稲田の整形で50人中3人しか女性がいなかったんだってでなんかあの男子とそのお茶をしにお茶ですよ飲みに行ったんじゃなくてお茶しに行った時にその一緒にお茶した男性に。 なんか君は僕に「お砂糖いくつ?」って聞いてくれないんだねって言われたらしくてーい <laughs> マジでと思ってでも本当にそれ言われたことあるっていうふうに聞いてあちょっと待って 10, 10歳ぐらい年が違うのか10歳ぐらい違うとあこんな感じやったんやと思ってすっごいびっくりしたんですけどそのそ<の>個別事情もあるかもしれないですけどなんかその。 お釈をしてくれないぐらいは言われたことあるなとか、なんかあのと<あ>りわけなんか飲み会行ってとりわけをしないことでちょっとクレームっぽいのを受けたことはあるけど、なるほど<そ>隣に座ってって言われることそういうのもあるやんか。いやだからなんか、2005年にあったで。そうやろ。いやそんなそんなんで。私も2010年でもあったわ。それは。とりわけ逆には <laughs> はいそうそう。 あね、取り分けをねして自分の分を早く確保したかったから取り分けをしたら東大 <laughs> を出て取り分けをしてくれるんですねってか言われて逆逆にマジかと思って自分が取り分けた方だけなのに <laughs> とか思いながらあそういう時にいいお嫁さんになるねみたいに言われるのとかセットで来たりとか気持ち悪いなと思ってましたけどそういう感じでしたよねなんかあの嫁に行けないって言われたりとかねそれは私はいっぱい言われたな <laughs> 中にほら彼氏ができひんかったら結婚できひんでって平然と何人ので男性弁護士に言われたか言われた言われたもう二回もしたって私に言った言ないになってそれは男も一緒なんですけどねあそうか男さんも一緒ね見合いっう方法があるでしょいやまあ私の頃はありましたよ 私は見合いおばちゃんやったから、うん、あの結構、男性弁護士に見合いの口を持っていくのがあの結婚してからね趣味だったんですが最近はあんまりあのやっぱり持ってるカードというか知り合いがだんだん女性が年齢が荒れってきて <laughs> ちょっと結構、何、ね、て言うのかな一番難しい子供が欲しい人にとっては、うん、40代の女性は結婚相手にはやっぱり向かないわけですよね自分、産んで欲しい人にとってはね。うん なんで、あとは、まあ、あの50以上になっ60ぐらいの男性に、えー、老後を楽しく過ごしたいので妻が欲しいという人がいれば誰か紹介するっていう年になるまではあんまり友達を紹介しないかもしれないがそうなるとまた介護要員としてね欲しがっている可能性も危険が出てくるんであんまりうかつに紹介できひんというのがあってもお見合いおばさんはそろそろおばさんって自分の言うのあんま好きじゃないですね。お見合い女性。 はあんまやめとこうかなと、あとまあ、ね若い人にもあの結婚したいって聞くのももうそろそろセクハラなんで。そう,そうそうそう。うん。そうなんです。だから結婚したいって言われたら、ちょっといい人探そうかとは言いますけど、言ったりすることはありますけどね。そう、なんかさまこちゃんの話聞いたらさ、とら、とらこちゃんがさ、四十代ぐらいで。こず、うん、子小連れで、で、本当再婚っていうのは、よっぽどとら。 さんに魅力があるって星さんは気づいたんだなっていうのが。いやでもそうなんすよね。なんか今だかかったらなんかすごい当たり前のことのように感じていたんだけど、あいつマでもないのかとか思って。いやでもあと。でシでもそうじゃないの。でシズもそうなんだよ。いやシズもそうなのよ。まズは恋愛なんだけど。でシズその話するならその話したいですけどそっちの話いいですか。うんどうぞどうぞ。なんかその。う 今回その永遠の愛を誓う必要なんてないんですかみたいなところまではまあ全然いいんですけどなんかだらしがない愛っていうキーワードが私はすごくなんか、うん、なんだろうな なんでそんな言い方するんだって思っちゃった <laughs> けど、あれを解説してもいいですか？あどうぞどうぞ。はい、聞きたい聞きたい。私この間結婚の社会学という本を読んでいてですね。うんうん、ええー、その要するにトラつばを見てさ、なんでみんなこんなに結婚にこだわるのかっていうのが改めて不思議になったんで、うん、結婚のなぜこうでこんなに結婚を前提と。<laughs> 時代ななのかなこの時代と思ったら要はもともと日本っていうのは通い婚の時代ですあ通い婚から始まって、うん、基本的にはばれ文化なんですよね、うん、なのに、えー、と突然一夫一夫制が明治になってしばらくしてから導入されるんですけどそれは要するに家に女を囲い込んで、うん、こう要するに 囲い込んでって言い方あれですが、ちゃんと俺の子供、この子供は俺の子供だということで、男が働いて、妻が家で子供を育てるというシステムを。基本的に導入するということが国の政策だったからなんですよね。だから、それを前提としない結婚はだらしない結婚なんですよ。恋愛。おお、なるほど。結婚社会学は別に、えっ、ー、と、法律書ではないです。新書です。はい なんか私、Facebook にあげたいか、インスタにあげたと思うんですけど、うん、要するにそのちょ、ちょっとあの時代が話がずれてるかもしれませんが、基本的にその結婚を前提とした、だから、えっと、嫁に行くまで所長でなければならないという、うんえっと、システムでは、日本の農村ではそもそもないです。うん、若い人たちは、えっと、夜になったら、呼ば小屋みたいなところに、うん、あの集まったりとか。 して好きな女と好きな男と寝るっていうのが多分合勘とかはしないという前提ですけど、うん、だったはずなんですっていうふうに言われてます、うん、民族学の有名な人がもともとそれは別に結婚の社会学を読む前から知ってたんですけどうん、うん、ですがそうじゃなくなったのは明治、うん、政府の施策なので,、うんうん、でそれであの要するにほら処女じゃないとさ自分の子供がさ違う違う間違った。 妻が産んだ子が俺の子かどうかは真実分からなかったりするわけじゃないんです。なので、それを前提とした、えー、結婚の文化というか、結婚の意味合いを変えたんです、明治政府、うん、というシステムなので、だらしないっていうふうに星さんが言うのは、ある意味、その政治的な意味合いがある。 といいううふうに私は思ですが、<の>そもそも、ラ、うん、ちゃん、もう子供を産める年でもあれ設定さなくないですかだ,だ,いやだから、あれでしょう、だから、まこたんが言ってるのは、その,、えっと、その子供を作って、家庭を作る、こなんていうんだ、そのための結婚ではない結婚としてのだらしない愛っていう意味だっていう解説ですよね。そういうふうに私は受け取りました。で、さらに言うと、2人とも配偶者をすでに、しかもすごいちゃんと。 ね、すごく愛していた配偶者を亡くしているっていう前提があってでなん,かな,なんていうのかな日本人的っていうのもなんかちょっと違うかもしれないけどえねななんていうのそうそうそうあのこうなえっと亡くなってしまってもその人に三竿を立てるみたいなのが美しいとされているがそうではない道を選ぶみたいな話だったじゃないですか。二人人とも大大事な人を大事なをに思ったまんまで お互いに好きでもいいじゃないみたいな話だったじゃないですか。うん。で、子供の父親になってくれという話、じゃ母親になってくれという話でもないと。ないよね。お主さんとしてはそういう態度ですよね。うんうん、で、えー、っとこの後多分そこの葛藤が描かれるんだと思います。実際なんかあのね、えっといろいろあったみたいですよね。うん、佐賀先生をもあのそうそうなんかあの。最終から出てくるんじゃないの。 出てくるであ,<れ>あとなんだっけあの三淵健太郎さん、えっと、だから、うん、星さんのモデルの三淵健太郎さんの娘さんがなんんか父は恋愛史上主義者ででしたって言ってて言るんですよねそれがすごいなと思ってそのなんていうの、うん、その当時の当時を生きた人間で恋愛至上主義っていう発想があるっていう時点で結構すごいんじゃないのっていうなんていうの家部調整制とか家みたいなことをさ、うん 世継ぎみたいな感じの世の中において、うん、か恋愛至上主義って子供に言われるってすごいなっていうふうに私は思ったんだけどな。うん確かにそうね。まあんか裁判所の同僚にも三淵さんの方が入れ込んでいるっていうふうに見えましたみたいに、ね、な。でねんかそういう証言があるんですよね。うん 実際ねコ一さんもなんでそんなにあっしげく山上に通ってきてるんだって私距離調べちゃいましたグーグル先生にどれくらいしかりますかと思ってそれかなり遠い呼びたい方があってなんで山上のめちゃくちゃ遠いでもすごくある意味プラトニックなね純愛のアプローチだなと思って見てたからそうなんですよそれを自らだらしのない相 っていうな言葉のワードのチョイスがな,なるほど。うんピン私はピンとこない。いやだからそのだらしないっていうのは当当時のその社会通念と比してだらしないなんじゃないですか。でもそ,そこで私の違和感もう一あってうん、うん、えっと当時戦争終わったばまりと終わ終わったばっかりでたくさんの男性が戦争で死んでしまって。 それこそ家を守るために兄が死んで弟と結婚するとかいろんな形でやっぱり家をつないでいくとかも <laughs> <う>、えっともとの配偶者があのなんていうかな戦場に散っていった後別の形の家族を作るっていうことがすごく広く行われていた時代だという理解が私の中にはあったので ななんていううののかなそのそうだ,だからこそこの2人が、まあ、お思い合ってくっ仮にくっつくとした場合にそれをだらしない愛っていうなだなと思ったっていうか。なるほどな。理性、まあ、で抑えきれなかったっていう意味合いなのかな。うん、ちょっと、うん、あんまりよくわからなかったほどななるほどな,な,るほどな。でもあの場所をなんで裁判所の中に設定したんですかね うん。で、外にいや、あの私はね、あの外であればいいと思うんですよ。あの例えば、<laughs> ううまあいろんな人いるからさ、できないとは思うんだけど、いやあの裁判所内でそんなことしないからって <laughs> 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 思います。いや誰かに見られちゃうとか思ったけど、でもそ,それぐらい結局重いと思いだけで。 ななんていうのかなあのシーンはできていて打算 <laughs> とかもないし出しなきゃとかもないし <laughs> 子供かどうかとかもなくっても元配偶者のこととかもなくってまあ本当にもに好きになっちゃったみたいなところに循化させたシーンだったのかなって思うんですけどねかなんかそうね。うん あれ、あの、証人の子と一緒に見てて、うんうん、<laughs> どうしたもんかな、このあとなんか起きそうだけどと思ったんだけど、なんかほら、切るのもね、また今度にしましょうっていうのも変だし、毎回楽しみ <laughs> ああ、初キスシーンを見てしまうと思ってで、キスシーン見てて、え、これ結婚とかって聞いてきたから、いや、結婚っていうか好き、好き同士だねって確認してチューしてるんだよみたいな説明をしたんですけれども。 そっかすごいえそのマユコさんちの,のお子さんとのやり取りを見たいな私。<laughs> あのねえっと今週の結構頭火曜日ぐらいかな、うん、あのうんとね家に通う何回か来てる様子を見てて、うん、なんか急に「えトラコとこの光一さんって結婚するの?」って言い出したんですよ。何、えっと、でそう思ったのってか君もそう思うみたいな感じで。 ちょっと思ったんですけど、なんか、なんでそう思ったのか、本人もよく分かんないけど、<laughs> なんか仲いいしみたいな感じ <laughs> で言ってて。面白いな。鋭いね、君。と思いましたけど。<laughs> なんかうちの子は、ね。トラコよりちゃんと分かってるよね、うん、物事を。<laughs> <ー> <laughs> そうそうそう、<laughs> すごいすごい。<laughs> うん、なんかうちの,あの転ぶところか喜んだりするらしないって言ったのは <laughs> あもしかしたら良子さまが、うん、ほらすごくトラちゃんがあまりにも真面目な人であ<ー>ま,まともにこう、ね、付き合いましょうとか言う,言う,言うとなんかそのだから雄三、えー、さんがどうたらこうたらとか、まあ、手紙が来た。 出たたからもう号泣したんですよあの手紙ででも手紙が出たからちょっとこうハードル下がったけど、うん、そのあれがなかったらあれはもちろんう子さん知らないわけだからその普通にその抜刀に再婚を前提にとか言うとすごくそのハードルが上がっちゃうのでだからまあ今好き同士っていうことでいいじゃんもうお気持ちだけでみたいなことをあの彼流に言うとああなんのかなってちょっと真由ちゃんの話聞いてて思った。 なんか、うん、あの手紙出てきたところはあの私もめっちゃ泣いたんやけど、うん、うちのうちの夫が、うん、あんな都合のいい手紙がこんな都合のいい時出てくるかよってめっちゃ言ってましたでもさ <laughs> やっぱりさそ<う>さんなも言い出したらドラマが泣いたたんやゆう <laughs> さんラブだからもうゆうさん あそこでこうもう声を聞いて泣きましたよ激泣きしたよ私あの日に当日泣いてたら多分あそこで三十分仕事が始まらなくて大変だったと思う、うん、見なくてよかった当日と思ってゆみちゃんが言うからねゆみちゃんがねちゃんとねなんか気づき始めてるしゆみちゃんがあんまり中もちゃんと見てる子だししっかり者の、ね、ゆみちゃんが なんかこうなんとか背中を押さなきゃいけないこのなんなんだかもう不安ばっかりの母さんをって思ってるのかなと思って一応タイミング私のセリフしないでねって言ってたのがあれはすごいセリフでしたけどあれいう子は あの、そのうちどっかでグレるよとか思ってみている。<laughs> <laughs> ちょっと、あの、ませてるっていうか、せ、ね。あの、そうだよね。ちょっとね、アダルトチルドレンって、もうちょっと古い言葉な気がしますけれども。うそういうムードを感じますね、ちょっと。うそうだね、その時代って、ああいう子がいっぱいいたんだろう<や>な,ううな,ない。いや、それも思った。私もそれはすっごい思って。結局、その、由美ちゃんが成長してしまったのは。 まあ、戦争とか、戦争のせいでお父さんのことを何も覚えてないとか、でもそういう立場なのはゆみちゃんだけじゃないとか、そういうことが彼女をああいう,うにさせてしまってるんだろうなっていうのは私もすごい思う。彼女だけのことじゃなくて。 うんかあまあ、愛着という言葉は好きじゃないですけど稲、うん、さんみたいな甘えられる人ができたというのは素晴らしく由美ちゃんしかも甘やかしてはない花江ちゃんとかいとことかその、えー、おじさん、えー、だ学校の先生に向いてる誰だったっけ直樹<前>とかはさほら,だからその点数ごまかすって作業してもさ ほったらかしたわけだよね放置したわけじゃん、うん、イネさんは多分それは放置しないんじゃないかなっていうやっぱ花井ちゃんをちゃんと育っただけのことはある人だと私は勝手に思っているので、うん、甘えれるしちゃんと叱るとこは叱らなきゃっていう、うん、その女中としての腕みたいなものがある人なんではないかなという風に思ってはいます、うんうん、私でもだん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 なんですけど最初はみんなと同じようにユミちゃん がそのお母さんとの関係性をあんまうまく気づけてなくてみたいなことであの大丈夫なのかなって心配して見てたんだけど、うん、だんだん今になってくるとこれは由美ちゃんはもちろん当たり前だけどトラコと全然違う人間でキャラクターも違えば天真爛漫なんじゃなくて、うん、友達いっぱい,いみたいな人気者みたいな感じじゃなくてマイペースででも無理して友達付き合いしたいわけじゃないしとかうん、うん、ちょっと冷めた感じで世の中を見たりするっていう。 そういうキャラクターというか性格でもあるのかなってだからトラコの子だって見るからこんなで大丈夫かなって思っちゃうけどユミ、うん、ちゃんっていう子はユミちゃんって子なんだなってだんだん,なんか少し私は納得しかけていて良、うん、くも悪くももちろん育ってきた環境とかにも大きく影響はされてると思うけどそれを何て言うのかなマイナスに思わなくなってきたっていうか浩市、うん、さんとスッと仲良くなるとか。うんうんうん なんかそういうの、うん、マージャンのところに行って、なん、なんだろう、あの、うん、弁護士が泣いちゃったりしたのとか。に対する対応とか見てても、心は優しい子だし、なんだろう、これは由美ちゃんはこういう子ってことでいいのかなって、だんだん。いや、でも、私は納得してきている感じで,です、うんうんうん。いや、本当、そうですね、もう、あの、由美ちゃんはやっぱり、あの、由美ちゃんという。一人の個人だっていう描かれ方をしてるってことですよね。で、だからこそ、こっちも見てる方も。

ええー、倉田拓治っていう昔の裁判官が、<う>あの裁判官の戦争っていう本を書いてるんですよ。ににうん、で、あのこれの続編がありまして。 これはだから裁判官になって東京地裁に初任で言う時の話なんですけれどもこれは俗裁判官の弁護士というのでここから長野県の飯田支部に転勤するんですね。はい、あの同じような小っちゃい支部で,すよ、はい、でそこであったあれこれを書いてるんだけどそれを結構ネタとして使ってます。で例の放火事件がありましたでしょ。うん 朝鮮人の人があのスマートボールの店に火をつけたという、はい、起訴されたという、はい、あれのばっちりネタ元になった事件がありまして、昭和33年の7月25日に、言い出し部で無罪判決が出てるんですね、放、えー、火の,、えー、あの。まさにそのま今回、ドラマで問題になったような朝鮮文字の手紙が実際にこの判決に出てくる。 つまり留置場の中でこの被告人が奥さんに宛てて書いたという手紙があって朝鮮文字の手紙があってそれを多分留置場の中で押収したんだと思うんですけれどもそれを中に自白があるという立証を検察がしたんだけれども。 なんと驚くべきことに左から右にむ読むべき朝鮮文字を右から左に訳したというバカなつい <laughs> <laughs> うそういうお粗末な結論になっているというそういう判決ですのでこれは<ー>、えー、私の使っている判例システムに載ってますのであの判例タイムズ82号というのに載ってます昭和33年7月25日、えー、長野地裁言い出し部判決というのが、えー、あるので <laughs> え確認してください。<laughs> それとしゃばりた だかったのはですね。あの例の星裁判官がいた総力戦研究所の話。はいや、あ,はいあのこれは実際にあった話で、これの詳しい話は猪瀬直樹。 元東京都知事の猪瀬直樹が昭和16年夏の敗戦というこれ、中央公論文庫に入ってますけど、これにかなり詳しい話を書いています。これは実際に各省庁の若手官僚からエリートを集めて、お前は厚生大臣、お前は陸軍大臣、お前は海軍大臣というふうにやって、議場演習として、もし日米開戦すればどうなるかというのをさせ,させたわけですよ。 で自由にやらせて当然アメリカと戦争したら負けますという結論を彼らは出すわけね、うん、でそれを2日間にわたって偉い人の前で発表するわけ、うん、でそれを東条英樹はじっと2日間聞いてて最後にまあ好評でこう言ったと。 えー、これはあくまでも机上の演習でありまして実際の戦争というものは君たちの考えてるようなものではないのであります。日露戦争で我が大日本帝国は勝てるとは思わなかった。しかし勝ったのであります。勝てる戦争だからと思ってやったのではなかった。戦というものは計画通りにいかない。意外なことが勝利につながっていく。その意外の要素というものはこうでしたものではないのであります。と <laughs>、はい、<laughs> いう呼吸をして <laughs> 結局、この,あの一生懸命やった。 あの研究はもうぶん投げられてですね戦争に突入するの、うん、で結局その、えー、と真珠湾の奇襲と原爆は当たらなかったけどそれ以外はもうみんな当たったわけよ。うん、でこれが結局東条英機にとっても、うん、あの非常に重荷になったという話が書いてあります。うんうん あのこれあの劇団チョコレートケーキという僕の大好きな劇団があって古川武しという脚本家が非常に骨太な歴史劇を書くんですけどその人が帰還不能点つまり飛行機が行って戻ってくるガソリンがなくなるまでつまり東京を空襲するためにどこの島まで行けばあの東京が空襲できるかって帰還不能店。 というこれ航空用語なんですけれどもそれを歴史上のどこで、えー、リターンできたのかという意味で使ってどこでまああのアメリカとの戦争は始まっちゃったらもう。 終わりなんで,あので、ね、中国との戦争でどこで引き返すポイントがあったのかというのをこの,この、えー、まさにその総力戦研究所にいた連中の OB 会みたいなところでそういう話をするというお芝居なんですけれども、うん、それをついこの間、うん、ああ見たので非常にあの感慨深い展開だったなと思います。うんえー 私は何だっけ、<laughs> えと吉川英治の太平洋戦争という、えーと、ルポーター、ルポかな、まあ、ノンフィクションがありまして、中学生の頃ぐらいに結構父とはまって読んでたんですけれども、もうこれは開戦したら負けるというのは基本的には <laughs> え官僚にとっては常識だった、うん、というふうに書いてあります。で、引き返せる視点があったとすれば、 引き返せるというか、その、もっと被害を最小限するためには、えっ、ー、と、どこで負けた時だっけとりあえずミ、ミッドウェーとか、要するに早く、1943年とか2年ぐらいに負けた時に、もうて、白ハッタを上げるべきだったという風に、 えとそこでは書かれていますので、えー、あと大体の戦死、えー、原因はこの間どっかで本を読んだ時に分かったんですけど戦死の原因は戦争ではなくてほとんど餓死、えー、です。え基本本的にあのなんていうか日本は あの東日本大震災の時にも、すごい私は被害者というか、被災したので分かったんですけど、その何かが起こった時に、どうやってガソリンを運ぶとか、うん、食べ物を供給するとか、そういう発想がほとんど日本、その戦前、あの大日本帝国、じゃあ、は大日本帝国、何言ってんだ、第二次世界大戦の前からないし、今もない。うん ちなみに私は今これを読んでいて「はい、無縁の海峡」っていう平岡武さんが書いた本が、うん、これ復刊なんですけれどもですか無縁の海峡ってどういうい、ね、これは、えっと、平岡さんっていうのは元、えっと、中国新聞かな元ジャーナリストなんだけれども広島市長もやった人で今90歳過ぎてまだ。 あのお元気でいらっしゃるんだけれども<ー>復刊でえっと元広島市長の平岡武氏は被爆朝鮮人について発言し続けてきた日本で被爆したのに朝鮮人だから援護しないそんな日本政府の方針に疑問を抱いたからだ政治に見捨てられ民衆からも阻害されている被爆朝鮮人。 この問題の根っこには歴史の過失を不問にする日本人の体質があるのではないか新聞記者時代に行った丹念な取材記録に基づく名著を復刊するということで復刊したんですよでこれちょっと友達に教えてもらってあの原爆裁判についてかなり詳しく書いてあって、うんえっと、岡本さんっていう弁護士がこの裁判をやるぞって言って旗を振ってで途中で亡くなっちゃうんですけれどもあの そどういう人が原告になってでどういう判決が出たかっていうことが本当丹念に書いてあるのであのー、三渕よし子さんが原爆裁判に関わったことが今後描かれると思うんだけれどもそれを参考にするならこの本もいいのではという感じです、うん、そうですね<あ>それ読みたいですぜひぜひえと私広島に何回も遊びに行ってるんですけど <laughs> 広島出身の えっと、高校生の時になんか、えっと、あの、八月六日のなんかの時かなえっと、なんか、高校生が、なんか、えっと、折り鶴を、なんか持っていくみたいな、意識をやることがあるみたいな、それをやった友達がおし、に、 広島に行ったときに教えられたのが、ここに朝鮮人を追悼する石碑があって、うん、朝鮮人もたくさん亡くなったんだと。まあ、その当時はあの韓国という国はありませんので、えっと、全員朝鮮人というか、日本国籍を持った朝鮮人ですね。ということが、ちゃんと広島の平和記念公園にはちゃんと残されています。はい、ということはお伝えしたいと思います。うんはい 本当にね、それは広島の人たちは、うんまあ、みんながそう思ってるかどうかは知りませんけどちゃんと追悼をする気持ちを持った人はたくさんいるんだろうなというふうに思います。 まあ、あの予告編にはっきり原爆裁判の話が出ることは、ねね、確実なんですけれどもああうあの、元ネタとしては昭和38年の12月7日に東京地裁で判決が出ていて、うんあの、原爆投下国際法違反、うん、判決という名前ですけれども、うんあの、国家賠償自体は、日本国に対する国家賠償請求自体は結論としては棄却だけれども、理由の中ではあの国際法違反のことが書かれているというので、<laughs> え機会があれば読んでいて右賠石として三淵さんが関与して、えーですね、でこれあの私だから、はいえっと、国際法判例百選にも解説が必ず載ってるはずであそれは知らな、はいです、うんうん。でえっとねだから私国際法判例百選の,あのデータをいくつかえっとね第1班2班3班でそれぞれ違う先生があの解説を書いてますね。また皆さんとは共有しようと思います。えー、はい でも、ねあの、原爆を受けた人の裁判、えー、と原爆症あ原爆症認定の, <laughs> あの求める裁判というのは今でも、 大阪でもまだ終えっと元アニ弁元っていうか今福岡に帰っちゃったんで大阪弁の弁護団じゃないですけど <laughs> 元々原爆の大阪弁護団は、うんえっと、うちの私が元大阪にいた事務所で事務所ずっとあと会議をしてましたのでよく愛先生とかあの事務所にいらしてましたまあ今でもきあのでお元気ですよ えーと多分原爆弁護団の弁護団長なのではないかなと思いますが、あのー、別に広島の人だけがそのもちろん広島の人はもちろんいろいろあると思うんですけれども、うん、全国的に被害者の人がやるよ被爆賛成とかの弁護士も大阪にいますし今でもいいのかないましたし、まあ、多分日本中に被爆に関係している人はいると思いますし裁判をやっていたり。 しますということは、ね、あのでそれを手弁当で、えー、弁護している弁護士がいっぱいいるということは,ちとは,は、ちょっと私はあの見ていただくと原爆弁護団の先生に怒ってもらったのに何もしなくて本当にごめんなさいって今でも思ってます <laughs> はいなんかトラコのこの「虎に翼でいうとななんか戦争に向かってってしまった過程ってあんまり描かれてなくて。そうなんですよね そこはかっ飛ばされてるけれども戦後を過ごす中で、うん、例えば光、うん、一さんの苦しみが描かれてきたりとか、うん、なんだろうな多分これからトラコ自身がなぜあの戦争起きてしまったんだってことを、うん、裁判の判決を書く過程で向き合っていかざるをえなくなってくるのかなと思うのでなんかそこはなんかちゃんと見たいしこの「虎に翼を見てる何、はい、て言うのかな いろんな人特にうちだったらその小児の子とかがななんていうのかな、うん、戦争を知るっていう一つの入り口にもなっていてなんか、うん、今までのこう戦争を直接描くみたいなものとちょっと違う描き方だけどその分雄三さんが死んじゃったこととかをその,その後なんだ生き残った人たちが戻ってきてから どう生きてるのかみたいな話を説明説明っていうのかな知ってもらうのにすごくそういう書き方もあるんだなと思って、うん、あの私だから実際そうだったのかなってちょっと思ったりしたんですよね、うん、なんかその戦争に突入していく時点ではやっぱりほとんどの人が無意識でまあな,なんなら無関心のまま戦争に入っていってで終わってからすごい 衝撃を受けたってとまあ、当時国の国民であっても、うん、実際そうだったからこそそういう描き方してるのかなって今は思ってるんですよねうん、うん、現にだから,ら、うん、過,去過去としか向き合えないだから現在進行形のことと向き合うっていうのはそれはねあんなに優秀な人でも相当難しかったんじゃないのかなっていうことでだから現にだから実際に今起こっていることが自分自身も やっぱり認識できてなかったりとか、うん、あのときちんと捉えることができてないんじゃないかなっていう反省をこう、はいうん、反省する気持ちをちょっとも持ちますね。うん、やっぱ終わってからじゃないと気づけないんじゃないかなみたいな。いね、終わってない戦争じゃないけど私はほら、えっと、今年のね、えっと、国戦進歩金沢なんですよ。で和島の 違う1月1日の地震の被害って、全然ニュースに流れてこないけど、こね、たまたまツイッターで、あの誰だあの私、別にその政党のファ,ンファンじゃないですけれども、有名、えー、政党の,あの山,本山,本郎山本太郎さんが行って写真をいっぱいこう上げてて。 んなことになってるって、全然どこも報道してなくて、どうも報道規制かかってるんじゃないかなっていうぐらい、うん、私はなんとなく疑っているんですよ。で、東北も、えっ、ー、と、そうだった、あの私が秋田に行って、結構大阪に仕事でまだあったから帰ってきてたんですよね、裁判員裁判が11月っていうか、結局、えっ、ー、と、別居した後も続くというですね。<laughs> 行ってからもやってたし帰ってきてからもやってたということがあって大阪に帰ってきたら全然東北のニュースが全然じゃないですねかなり少なくていやうん、うん、私にとってはすごい心が穏やかにはなるけど、うん、一瞬だからねだけどあの全然苦し現場の苦しみは続いているのにこ、うん、んなに関西は平和なのっていうのがものすごく違和感があって。今でも 福島に住めない人がいて帰れない人がいて裁判が続いているっていうことを、えっと、意識してる人はもちろんいっぱいしてると思うんだけれどもあの全然分かってないというか終わってないんだけれどもう、うん、もう終わったかのようなあるいは輪島の地震のことを忘れているかのような私はだからこの間人いっぱいいるなと思って全、うん、進歩で金沢に行ったら、うん、絶対なんかちょっと。うん 身のことんかちょっと輪島塗りを可愛いとは言いませんが、うんうん、でも輪島塗りはもう、あのー、これで滅亡するんじゃないかと言われているらしいです。うんはい、職人さんがもともと高齢でかなりダメだ,うだ、ね、ダメになるんじゃないかって言われてたところでもうこれで廃業するっていう人が多いみたいで、うんはい、日本の文化が一つまた失われるなという予感がします。そのうん、戦争じゃないけど災害も 結構終わってないのに、なんか、報道、うん、されないみたいな国になっていっているのではないかという気が、ね。なんかさ、あの、なんていうの、どこ,どこに生まれて、どこに生きても、人権保障ってされなきゃいけないはずなのに、そういうその高齢化した地域だったりとかすると、見捨てられるとしたら、それって全然平等じゃないじゃないですか。られ だって思そうそうでそれで私なんかそうでそういうことを言うとなんかきれい事と,とか言う人いるけどえこれがきれいごとでなんか現実的じゃないって言われるような社会になってほしくないっていうかなんかだからすごく貧しくなっていってるその経済的な意味だけじゃなくて、はい、すごいなんかこう、はい、貧しさ感じますよね。はい、だから 私がすごい、その、私のお話ばっかりで申し訳ないですけど、東京のことばっかり、うん、その、東京ではこうだ、東京ではこうだみたいなのが、テレビとかで繰り返し流れるわけなのを、大阪とか、その滋賀の田舎とかで見ていて、私、あの、大阪北部地震は、あの、実際にすごい近くで会ってるんですよね、家が近かったから。だけど、全然、 テレビ報道されなくて、でもガスは止まるわ、水は止まるわ、あ、水は止まらなかったっけガスは止まったし、家も周りかなり、このビニールシートがさ,された家がかなりたくさんあって、実際その後鳥を壊された家もいっぱいあったけど、全然その報道とかはされなかった。で、えっ、ー、と、それで小学校の行く直前かななんか家の壁がガーッと崩れて、 1>, 1人女の子が死んでるんですけど、ね、小学生の。うんはい、のはいうのは、ほとんど報道されなくて、まあ、言うても大阪だからね、復興は一応してると思いますけれど、うん、なんかあのんあの、東京だけ良かったらいいみたいなふうに思ってませんか、東京の人たちみたいな気持ちになることがあって、うん、北海道とかも、私、今おかしかった、北海道とかも、JR 北海道がしばしば電車が、 うん、止まったりいなくな、いなくなるじゃないな亡くなったりしていってるじゃない配線とかで。で、そこには人が住んでるはずだなとか、くしもん本線ってもうなくなったんだっけど、くしもえ何本線くしろと、あ<ー> <laughs> あ、はいはい,はいはい。いや、くしろ本線自体はなくなってませんよ。<laughs> いや、一部途中がね、途中が。だから、フランスと新宿の間がなくなった。そうそうそう、だから、ああ,あ,あ,あいう感じで、えっ、ー、と、電車がなくなったりとか、 そういうことがあのこれから日本でどんどん起きていくんだろうけど、お金がないんでしょうがないでしょう。以上ああうみたいな。典型的な日高本線がそうですよ。だから浦川支部へ行く JR がもうないんだから。台、うん、風でな流されて、線路が流されて、修理する金がないから、そのまま放置されてるんで。山口と同じ。こういうことがは北海道は特にひどいけれども、地方で絶対あちこちで起こるのよ。 だから結構だから盛岡というかじゃ岩手県でもあった。なんかの登の地震のあとさ、その後さ、こんな限界集落的な地域にお金を使ってインフラを復活させるのかみたいな、ネット上にわーっと上がった時えーと思って地方に住んでたらこうやって見捨てられていくのかって思って、すごいなんかすごい私もすごい衝撃を受けてたんだけど、うん、だってもう,もう高坂では実際そういうこと起こってるしね。 うんでどこまで10年あるからね、うん、もうガソリンスタンドもないような地域だって、うん、もう毎年毎年,毎年、ね。となんかだから<た>、私もだから、その限界集落に非公権人がおいて、うん、バスも予約しないと来ないし、デイサービスの車も迎えに来ない、うん、っていうことが途中で起こって、でその人は、 なんかデイサービスも来ないなんて見捨てられんのかって言われたけど、でもデイサービス運営してるのは社会福祉協議会だし、うん、その国が直接お金出してる団体でもないよね、確か。うん、だからあのしょ、しょうがないというかね、そのいや経済的にそりゃ、もうここに住み続けることは無理だっていうことで、結局引っ越したんですけど、うん、でもあの非常に苦渋の決断でした、あれは。 しかもめちゃくちゃお金かかった。で、これが個人の負担に着せられているという問題を感じた。で、だから、もしね、まあ、和島を見捨てるっていう言い方をとった私、これちょっと非常にまずいと思うんだけども、結果としてそういうことになるんだとしたら、せめて、生活の保障をできる限り、本人に全部を着せる。 全部払わせるっていうことがないようにしてほしいとは思う国民全体どこにいてもそれこそね今、うん、明日に、えー、と南海トラフ地震が起こったらしばらく学校も学校というか学童なくなると思うし私も仕事どころじゃなくなる可能性もあるわけ。 ですけどまあ、そんなちっちゃいことはどうでもいいのかもしれないけれども今までの生活ができなくなるかもしれないわけじゃんてかこのあと1時間後かもしれないけれどそれをね考えるとねお盆にみんな大量規制してる場合なのかしらとか思ったりしますけど <laughs> でも生活保障っていうけど世界に帰ってくる人ない <laughs> からねそのもう本当にインフラさえあれば自立,自,立自活できてた。 市民をやっぱりさあの自分たちでちゃんと食べていくものは生み出せるよっていう仕事を手にも仕事を持ってる方々を本当は手に支えられるようなインフラを戻してくれって思って生活保護でそんな一生無理だしと思ってだから今生活保護じゃなくて公典制度を見直すっていうのをやってるじゃないですか。 えっと私の,みみあの大学の恩師が民法の山本恵三先生なんですけれども<あ>その法改正というか制度設計に関わっていて先生が、まあ、ちょっとここまでどこまで行っていいのか分かんないけど要はこれお金がないと理念に沿ったものはできないのにこれに沿ったこの理念に沿ったお金はどこから出てくるんだろうと思うっていう話をされてましたね、うんまあ、もちろん予算を立てるのは民法学者の仕事ではないので。 ですけどこの国の貧しさっていうのをみんな感じてエリート層は感じているんだと思います。てか京都大学にいると多分非常に給料が安いという話をこの間京都に移った、えー、と社会学の大好きな秋志正彦,彦先生が言っていたので要するに京大は金がついんだと思うんですけど、はい、あの非常に公転制度我々ね友枝ちゃんも私も多分 ちゃんもそううだと思うんです結構、変わっていると思うので、大変え本人の意思を尊重するっていうことは正しいと思うけれども、それによって、どうやってその人が財産あればいいけど、ない人の意思はどうやって尊重するのっていうことに、私もすでに1回生活保護の人でそういう経験をしまして、もう非常にしんどかったです。 <laughs> 私の金を出すわけにはいかないとか私だって別にね事前事業で弁護士してるわけじゃないんでごめんなさいって感じでしたけど、うん、はいまあなんか暗いですねいやいやいや,いやでも違う違うやっぱ違う暗いっていうかやっぱりそのリアルな問題がなんかこうねだから結婚とか恋愛とかキャーとか言えるけどやっぱ支部の問題とかマジ結構そんな楽観的には喋れないよね。 あだって人が少なくなってるから、もう国、うん、ってか、国がその司法にお金を出してないっていうことで、だからそれこそさっき言った、うん、私当事者じゃないから大声で言うけど、うん、そのね、えー、っと、彦根支部の、うん、えっと運営に対してすごく人が足りないのに、うん、全部本庁になりとけゃいいだろうっていうことで、うん、弁護士と、 現場が苦労してるっていうことをすごく私は怒ってるし、むっちゃだから、そのお金が、別に警備委員長に何もお金ないからね、悪いけど、まあ、予算って言っても、<laughs> 研修予算ぐらいしかもらえないからさ、何もできなくて、で、法テラスがその国選弁護士、ほとんどの、ね、事件も国選弁護士がやってるわけですよ、刑事事件って今や。それで、なんか弁護士の懐を直撃して、 結果的に国戦をやめていった人が勝利みたいになりつつある気がして、ねうん、いやでも私さあの最後までこう竹あり持って戦わないといけない立場になりつつあってそうだよ、ね、すごく嫌なんだけどいやでもさそれ私だから怖いのがそれヒルじゃないやんなんか竹槍りなんじゃななんか私もだからそれこの前ちょっとあの出させてもらった あのなんかロンダンフェスってやつに出させてもらった時にやっぱ司法にお金がなさすぎるってやっぱりその現状を、うん、冤罪事件とか話題になってるけど例えばプレサンスプレサンスコーポレーションとか、うん、あと大河原加工機能そうやねんそうやねんだ,だ,だってあれ億単位とかの弁護費用を使ってるんだって、うん、でかかると思うタイムチャージでやったらそう,で、ね、でそうですよね ででも先生っってて何人弁護士やいやそれでさそのお金持ちしか冤罪が、うん、あのん罪だと認定してもらえないのは絶対におかしい。それは何て言うのかなだからどんな事件でもなんちゃんとその弁護充実した弁護活動ができるようにしなきゃいけないって私はだから、うん、理想論と言われてもそうは言い続けたいしそのためには。 それはもう出所は国しかお金がないから、はい、国がもっと司法にお金を回せて、それこそが市民のその生活の安全を守るっていうことを、ちゃんと理解してもらわなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、って言いました。はい、ただ、えっと、一個だけ宣伝をさせてくい。宣伝してください私は別に 金をもらもらってる立場でも持ってる立場でもないんですけど、これは国線じゃなくて先端的弁護による冤罪防止プロジェクトっていうのが、えっとこれはですねなんとですね大谷財団がですねう金を出して、ねはい、無罪に事件の支援をするというですねものすごいプロジェクトがありましてこれはごめんなさい後でえっ、ー、とあの三輪さんがあの奥山さんのリフトを貼ってますはい 思うんですけどこれは弁護士が要するに国選でね、はい、えっとお金があったら、うん、例えばその炎症実験ができるのにとか医者に、えー、っと医者とか弁護士じゃない間違ったあの、えー、法律家例えばその刑法学者に無罪の意見書を書いてもらえるのにとか、はい、書いてもらえるのにやってもらえないっていうことが 国選ではいっぱいあるんですね。早押し費用もらえるやろうとか思うかもしれませんけど、大体、はいえー、いい3分の1から3分の2ぐらい、大体いい3分の1ぐらいが相場です。はい、だから、法テラスでもらえるのは、普通の刑事事例の3分の1ぐらいしかもらえませんと思ってください、うん、とりあえず。で、国船は他の人にお,お医者さんに払う費用とか、学者に払う費用とかがないので、ここが、えーとえー、とえらい先生に相談しても無料。 で、うん、それも、まあ、すごいんですけど。えっと、資金援助もしてくれます。うん。ううそうなんだよね。はい、こういうプロジェクトはあるんですけど。はい。あのー。大変いいプロジェクトだと思う。はい。けど、これはだから、言うたら、慈善事業なんですよ。大谷財産の、うん。すごいよね。はい。これは素晴らしい。もあのー。もろ手を挙げて、あ、しかもね、その。 アドバイスしてくれる弁護士が、えー、どこのこれ誰よみたいな骨の人や言い方がですね、ではなく、<laughs> それこそプレイサンセンで不在を取った秋田先生、はい、まあ元ボスですけど、だったりとか、いろんなあの後藤貞人先生といってもあの、日本一有名な刑事弁護人の一人だったりとか、そう,はい、そういう人がアドバイスをただでしてくれます。うん、すごいです。 すごいよね。これね。そう。そう、そうそうそうはい、遠山先生に聞いた気がする。遠山先生がほんで、えっと日弁でも一応似たような制度をえで久松先生作ったんですよね。作りましたけどね。はい、ありがとうございました。ただ、遠山先生というその運営にも関わっている先生によるとあれよりもっと出るでという美しい話でしたので、皆さん積極的にお申し込みください。あの弁護人から申し込めばいいので。あの？ とりあえず申し込み段階でも、本人の意思の了承はいる,いると思いますけれども、えっと、どこまで何をやるかは、そこと相談しながらやることになりますので、うんあの、ぜひ使ってあげてください。大谷さんのところが、はい、大谷さんって私の親戚ちゃうけどな、もちろん。お金を使い方に困ったらしいんですよ。使いたいいいいたたんやけどすぎてすすてごごな、うんね、これを作ったらしいですよすごい でもね、なんかあのこういうのがいっぱいねあるならいいんですけど、基本的にはなんか今、クラファンがすごい、まあなんていうか、いいかもしれんけど、なんていうのかな、な何戦してんのが貧乏な弁護士ばっかりちゃうかみたいなね、疑問が。<laughs> うんいや、私だからさ、コールフォーにちょっと毎月お金を払いたいんですけど、移籍、うん、で結構、私、借金をしましてです、ね、人生初借金したんですけど、うん、<laughs> まあ申し込みというか、手続き、これから連帯保証人、誰に頼もうかなみたいな <laughs>、マジで夫に頼むのか、そうか、うーってなってるんですけど、ま,あ、すちょまだ何も言ってへんからな <laughs>、言ってへんからちゃうけど、言ったらちょっと <laughs>。<し> <laughs> どうしようとか思ってるんですけど、あのう、要するにお金があってこういうことをしようという人が。 やっぱアメリカみたいな感じではちょっとないのかなまあ、イメージやけどな。うん、そうだね。ただあの企業が、企業、まあ、大谷さんとか企業とはちょっと違うのかもしれないですけど、うん、えっと、この間、P、P&G が、えー、っと、ダルクにお金を補助金をちょっと出してくれたりとかしました。えっと、言っていいんかな。まあまあ、どっかにはいつか出ると思うんですけど、ただまあ、それも、こう、まあ、そんなに1年限りで、えー、っと、 すすごく用途は限られてる感じなんですねでほんまにこのプロジェクトはあのー、大谷さんとこのプロジェクトはかなり自由度がフリーハンドかなりそうなんだっら何をしたいかっていうのは弁護人が決めなはれとで決められへんねやったらうんうん、うん そのアドバイスをつけたりをつけたりよっていう、そういう素晴らしい制度で、もちろんお金を出すのに審査とかはありますけれど、なかったら困りますからね、ありますけれど、すごくあのフリーハンドな制度で、これを主人がやっていらっしゃるということは、すごいなと思いますので、ね、日本のお金が余っていて、なんか批判を浴びていらっしゃるあの会社とかがあったら、ぜひこれをなさっていただきたいと思います。ね、はい、えー え、そうですね。まあどこなんでしょうか。わかりませんけど、はいうん、はい。えー、これをごめんなさい。ありがとうございます。ますお時間いただきました。OK、うん、です。貼っときます。はい、ありがとうございます。はい。あの、うん、ね、やっぱりあのえっ、ー、と全県国政になった時に、下村先生という大阪の有名な先生が主戦弁護の終焉になるであろうと宣言した通りに、うん、主戦弁護が終焉したために、うん、えっとお金がないという人ではない。 人まで、まあ、例えば親がお金を持ちだったりして、うん、いい先生を頼みましょうみたいなことで、いい弁護を受けられたはずが、お金な、なとりあえず無料やから頼んどこかっていうことになって、娘に、まあ、娘とか息子にあんまりいい弁護を受けさせられへんくて、後悔して、交際になってから、例えば交際でいい先生を頼んでももう手遅れみたいなことが、実際に起こっているのも事実。うんうん

どうぞ、っしゃってください、もちろんで。はい、じゃあ,あの、それで締めということで。はい、あいやいや、あの本編。本編の最後に、だから、今日の初めに話のあった裁判官の戦争責任の話を、ちどっと喋っておこうと思いまして。はいしうん、であの 日本のの裁判官の戦争責任っててほぼ問われてないんですよつまり戦前も裁判官やってた人も戦後も戦前天皇の名のもとに裁判をしてた人が同じように戦後も日本国憲法の下で裁判をしてるっていうことが果たしてこれは許されることなのかっていう問題に誰も問題提起してないんです。で唯一問題提起したのがこの青木英五郎っていう、ね、戦前からの裁判官ですけどこの人が青木英五郎著作集っていう三冠本があるんですけどこの中に ズバリ裁判官のの戦争責任というのいうを書てるんですでこの著作集のこの,この、ね、絵がおしゃれでね、うん、弁護人が一生懸命しゃべってるのに裁判官3人昼寝してるっていうこういう絵をですね元裁判官の著作集の反当に据えるっていうねこの人は結局日本の刑事裁判はもうだめだ。 と思って売人論者になるんですよまあそういう人なんですけれどその人が裁判官の現職中に裁判官の戦争責任という論文を昭和30年代前半に書いてるんです。 で要するに治安維持法の法律の解釈がひどいともともとあれは共産主義を、まあ、そ,それ自体の <laughs> あれは別として共産主義は決して取り締まるという法律だったはずなのにそれをどんどん拡張解釈していく、うん、である俳句があって「昇降機エレベーターのこと昇降機静かに雷の夜を登る」っていう句がねこれは治安維持法違反だ 何かというと、雷は戦争の危機を控えての不安を指し、エレベーターが上るというのは階級闘争意識がぐんぐん盛り上がることであるという解釈のもとに、これが治安事法違反だっていう解釈を展開する、ね、検察官、それをそのまま追認する裁判官が戦後もずっと裁判官をやっているというね、そういう恐ろしさを、まあ、告発しているんです。で対し としてはドイツの話ですドイツは徹底的にナチスに関わった裁判官は司法から追放されたんです。ーであのシーラハっていう弁護士作家がいてあの僕好きなんですけどこの人は「コリーニ事件」という小説を書いて映画になってるんですけどこれはある,じあるナチスの戦犯がなぜか処罰されないでいるその理由は何なのかっていうことを追及していってそのナチス追及についての勢いがね だからあの50年代、60年代、70年代、80年代とドイツのいろんなあれによっていろいろ波があるというようなことを追求してるっていう本があったりするんだけど日本では波もクソもないもない。 とといいう、えー、ところの問題意識を書いてる人が、えー、あんまりいないなあ,あともう1個先日、えー、と上田清吉さんという弁護士が司法官の戦争責任というのを書いててこれは満州や朝鮮を日本が支配していた時代にそこで裁判官をやって日本に引き上げてきた。 裁判疑わじゅんしろがねまあ虎、はい、ツワばさにも出てくるあ滝,川っっ滝川さん、うん、もうそうなんだけれどもあのいろんな裁判官がいてあのもちろん日本に戻ってきて非常にいい裁判官いい裁判をした、えー、例えばあの砂川事件の伊達裁判官とかね吹田事件の佐々木鉄道裁判官とか三鷹事件の鈴木中吾裁判官とか非常にいい裁判をしたと言われている人も引き揚げ 踏みなんだけど、うん、大抵の人は何もその過去に対する反省もなくそのまま裁判官をやってるというようなことが書かれているんです。<ー>まあ,あの時間があればそういうものを見てみるのも、うんえー、面白いなと思いました。はい以上です考えてみたら確かに A 級戦犯とか B 級戦犯とか裁判官はいないですよね。いいちょっとと今愕然としましたいやーそうやなー。 なんかな、いろいろ考えてしまいますね、本当に。そうね。で、あと石田我がいがまた所長で戻ってくるんだよね、来週からね。でますよ。できますよ。あれどう着地させるのか、本当にどうするんだよってどんどんいい人になっちゃったじゃないかっていう。どうすんだよっていうね。これでブルーバードの話出てくるんですかね。出てこなかったら n h k のなんだっけえっと。 受信料を払いたくないぞみたいな。それは裁判で勘弁してくださいって話なんじゃ。どうどうなることやよ。どうなることやらです。話だから。なんかすごくムカつくぞ。どうなることやらです。よしじゃああのこの辺で、はいあのはいちょっといや自体はいやでもありがとうございます本当にそうだね。じゃ いや、また、一ヶ月後ぐらいに。二世の段取りによって、我々わは、すごく平和に、ね。二 <laughs> 時間を過ごせて、よかったね、二 <laughs> 時間半か。あと一ヶ月、半ぐらいで、終わっちゃいますよ。寂しいね。ね、寂しいですね。そうかよ、って感じですよね。うん、じゃあ、えっと、とりあえず、またやるっていうことで、あの、録画を切ります、ね。とりあ,あと一回は、必ずりましょ。いや、絶対やるやろう。うん、うん。 あと1回やって、あと終わってからもう回ぐらいからやろうやろう、あと2回ぐらいはやろうよ、少なくとも。そうですね。まだ日程調整。の現場でやったら、超早い。そうそう。あ、だから、まこたんうち来てくれた時に二人でやってもいいからさ。あ、そうね。それも全然関係ない話だしね。そう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 。じゃあ、ちょっとそんな感じで。手伝うよ、それだったら。やれることを。じゃあ、ちょっとひとまず、あの見てくださった方、ここでここまでありがとうございました。 良い夏を、はい、まだをまだまだ続きそうな夏をお過ごし、はい、無事にお過ごしくださいはいということで、はい、またよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました私は大津の弁護士になりましたのでよろしくお願いしますはい、えーしょ